第44回アクラマアーケード版ブレイブルーセントラルセクションアップデート記念祭わーいはい、というわけで本日も始まりました第44回アークナマ、本日も司会を務めさせていただきます、アークシステムワークスプランナーの柏谷大沢こと大沢陸と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。声が大きい。あー、すみません、声を張ってしまいました私ね。はい、やっぱね声上げていかないといけないということでね、8月3日明日ですね、明日8月3日木曜日に、ついにブレイブルーセントラルフィクションアップデートということで大型アップデート決まりました。まあ今 PV でも出ていましたけれどもね、ついにあの6英雄最強の男ジューベイが参戦するということで、そのカードを記念しましてですね、本日もアークナマをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうか最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。まずはアークラマンに寄せられたお便りを紹介させていただきますね。はい、ですね、ペンネーム喜びのみさごくたきさんからいただきましてありがとうございます。いつもお疲れ様です。明日のアップデートとても楽しみです。楽しみすぎて仕事も有給休暇を取りました。マジっすか、ありがとうございます。自分は響き使いなのですが、空中で残照客できればいいのになどと、周囲の響き使いとワイワイ話していたので、他の要素含め嬉しい調整でした。新しい動きをする響きがとても楽しみで、明日が待ちきれませんということでありがとうございます。なんといっても今回は待望のジューベイ様がプレイアブルかということで、エボの配信画面を見ながらつい叫んだのが記憶に新しいです。今日のアークナマで動きを見られるのが楽しみですし、明日実際に触れるのがとっても楽しみです。2.0 家庭ワープデモ含め今後もブレイブルーの展開を楽しみに応援していきます。モリピーが先日インタビューで言っていらした、この世界にはまだまだ多くのストーリーが存在しますという部分においても、いろんな期待に胸を膨らませて待ってます。それでは失礼いたしますとのことでございます。ありがとうございます。ということでですね、この放送ではジューベイのバトル部分をですね、フィーチャーしていきたいなと思いますということでね、なんとジューベイの、バトルスタイル紹介動画なんていうものをね、作りました。でこの放送で、公開させていただきつつ、この後ですね、ニコニコ動画および YouTube の方で動画をアップさせていただきますので、明日のスタートダッシュその動画を見ていただければ、決めれるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。さあ、というわけで、オープニングのご挨拶はこの辺で良さそうかなと思いますので、トーナメントの方はちょっとさておき、まずはジューベイの紹介動画を、流したいなと思っております。ということで、まずはこちらの動画をどうぞ。で、僕のマイク生かしておいてください。はい、はい、あの適宜コメント入れますので、では動画の方お願いします。黒い音がちっちゃい。ジューベイは手数の多いスピードタイプのキャラクターです。体が小さいのでリーチが短い攻撃は多いですが、持ち前のスピードで相手を翻弄して接近戦で勝負しましょう。ディストーションドライブの不動車レンジン括弧1回転 A を使用するとドライブと必殺技が変化します。普段とは、違う戦い方が可能なので、使いこなせればより多彩な攻めが可能です。危ない。ジューベイはダッシュ中のアクションが多彩なことも特徴です。ダッシュ中にジャンプをすると低いジャンプになります。低く鋭いジャンプなのでジャンプから攻め込むのに向いています。以下略なんか分かりにくいところがあれば補足させていただきます。この急ブレーキ結構使い勝手いいですね。ちなみにこの一時停止マークが出ているのは、これはイラスト屋さんにご協力いただきました。ありがとうございます。いつもお世話になっております。さあ、このレバー入れ前入れ A と B は当て身技となっております。上段攻撃のみ当て身可能ということで、動画ではヘルズファングは取っていますが、ガントレットハーデスは当て身できないので注意してください。前 B は逆に、下段技のみ当て身可能となっております。お、ウニと同じ形式で紹介しとる。お目が高い結構参考にさせていただきました。さあ、これですね、これ立ちくらいなんですが、ラグナの立ち B 立ち C 前 C っていうコンボを食らっているというところが、まあ、ミソですね。
ドライブこれ知らぬいと呼びます。かっこいい。このマークが付与されている時間がまあ大体 2,3 秒なので、まあそんな長くはついているわけではないということにご注意ください。そしてこれが大事、これ知らぬい鋼と呼びます。これねポン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 、これ大事です。これが PV でいろいろやっていた例のやつ。これがものすごい動きをします。こうなった準備は誰にも止められない。ちなみにこの動画あと4分ぐらいあります結構ちゃんと作ったのでオーバードライブ中は発生が早くなります。これオーバードライブ、これラカン五輪光と呼びます。これは、森さんです。ラカン五輪光は森さんが決めたはず。さす森、これすごくないですか。ポン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 からの、さあそして必殺技でキャンセルできるようになりますよと。さあここからは大事な必殺技とディストーションドライブ。これまずは一つ目烈光山ですね。これもジューベを代表する必殺技の一つ。これ5段なのはあのタオカガンのヘキサが元ネタというかイメージしたやつですね。でこれ次は1の方カゲロウと読みます。下段ですね、黄色いびっくりマーク出ております。ヒット時は飛び道具でキャンセルがかかると。さらにペダルカウンターにも対応しています。通常時は拾えませんがカウンターすると拾えるようになると。追撃ができますってことですね。いいダメージ。そして、2の方は鬼狐、これ空中でも出せますよ。これ中断判定となっております。そして3の方ランジシ、飛び上がって多段攻撃を行います。こちらは中断ではないですけれども、まあ、この後出てくるんですが、近距離で出すと相手を飛び越えてなんとガード方向が左右逆になるので、まあ格ゲーマー的にはこうめくりを狙えるということですね。そしてこれが4の方黒ひょう、これ貯めることができますね。背を向けた後強力な一撃を放つ攻撃で、まあ、ヒットすると相手を浮かせるので拾うことができます。最大まで貯めるとガード不能技へと変化しダメージが上がりますよと、まあ、今これバリアガード張ってるんですけどガードできませんと。さあそしてこちら偽昇級、地面をバウンドする飛び道具となっております。ピョンピョンピョンとこうバウンドするこのいやらしい軌道で飛んでいきます。出した時の高さによってバウンドの高さがいろいろ変化しますので、高めで出せば高いバウンドになります。次四天神、これ四天神と読みます。春天神ではないです、四天神と読みます。空中で、下右下右 D と後ろと前に出せます。そしてここからディストーションドライブ、千住豪雪羅、まあ、いわゆる突進ディストーションドライブですね。突進部分がヒットしないと次が出ませんよと。でドライブ攻撃が当ててマークがついているとなんと後ろから出てきて攻撃をしてくると。まだ序の口。そしてこちら続いての、ディストーション、二王奇岩突、今度は空中から真下に落下しますね。バリバリバリと、まあ、空中コンボの締め等々で使いやすいディストーションとなっております。こちらもマークがついていると相手の背後の頭上にワープして攻撃を行います。そして大事な不動チャレンジ、コマンドは1回転 A で、こちらがですね発動すると左下の10名のヒートゲージの上に専用のアイコンが出ます。これを発動した後はそのラウンド中はずっとドライブが知らぬいから知らぬい鋼に変化します。
さらに不動車臨時号の烈光山はですね、この追加攻撃というか連続入力に変化しますよと。さらに B ボタンで打ち上げることができるようになります。打ち上げ攻撃中に A ボタンを押すと吹き飛ばし攻撃でフィニッシュします。さらに烈光山中に偽昇級以外の必殺技に派生技として出すことができるので、ここから下段やめくりや中段や裏に回ったりできちゃうという、これらを駆使して怒涛の攻めを展開しましょう。ジュベイのキャラクター紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。プレゼンテッドバイアクナマ、あーよかった、完走した、あーよかったよかった。というこちらの動画をですね、この後 YouTube と、ニコニコ動画にてアップさせていただきますので、ジュベイちょっと早かったと思うので、ちょっと追い切れなかったという方はそちらを見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、早くも動画の紹介が終わったので、ここからはブレイブルセントラルフィクションバージョン 2.0 を使用した、アークナマ社内トーナメントやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。わーい。さあということで、まずはトーナメント表を出していきたいんですが、来ました。さあというわけで本日参加者が30名となっております。左上から一つずつ、ロリさん S、 バトルプランナー今日10名、パピオンマン、アラクネ、プログラマー系、ノエル、ヒロ、タオカカ、下級戦士、前田椿、ER、中川、テルミ、謎のドンカスファイター T、カッコ、じゃない、アットまだ動画勢が、キャラクター、イザヨイと先ほど、伺いました。続いて、マーク、ジン、ギルガメッシュ、N、ジューベイ、アイサイゲーマー、M、アマネ、ディレクター T、テイガー、クッキーおじさん、ラムダ、K、ハザマ、サントーカー、ジューベイ、パラダイムが好き、ジューベイ、映像ソーマン、ラグナ、アキラハテナ、アキラハテナは、スタイリッシュジューベイとのことでございます。そしてワイズマン、エンド、白面、ディレクター S、テイガー、ヒーロー太田さんが今日病欠、なのでディレクター S さん勝ち上がり戦勝おめでとうございます。0回戦突破、1回戦突破。続いて、ワイバーン、湯口さんのカグラ、中本 S、 通行人 A、 ニュー、ワンダー S、 クリーム小谷ナイン、スサノオサワ過去ジューベイ、シニゼック、ラムダ、腹痛魔人ナオト、そして全スサノオのこちらの、30名、1人病欠、29名でトーナメントを行っていきますので、よろしくお願いいたします。ということで、本日は、一大進行でやっていきたいなと思っておりますので、時間がね、押しておりますというか押すと思いますので、早め早めに進めていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。では1回戦からバーッとやっていこうかなと思っておりますので、最初の試合はロリさん対バトルプランナー京さんでお願いします。配信台は 1P 側になっているので、どちらもカード作ってあるんでどちらでも大丈夫なんですけど、まあロリさんでいきますか。じゃあというわけで早速ゲーム画面の方に切り替えてください。お願いします。というわけで今回は、ブレイブルーセントラルフィクションのこちらはですね、今回本邦初公開ネシカクロスライブ2にて、行っております。さあこれ聞こえましたかね、ネシカ2専用機能であるシステムボイスの変更によってロリさんの側のシステムボイスが S になっております。さあというわけでジューベ来ました。早速出てくるバトルプランナー京さんのジューベ、プレイヤーネームは変更しない、変更するんですかって聞いたら変更しないでいいですという聞いております。さあ幻影バトルマニアが出てしまうのか。来ました、変幻自在バトルマニア対、ロリコンクロービー。さあロリコンクロービー来ました。まあ俺がやったんですけど。さあというわけでジューベ本舗初公開でございます。ここはじゃあ飛ばさないようにお願いします。勝つロリコンに勝つが、ロリコンに勝つが加えられるというのか。そうですね、あの店舗はあの今アークラマ特設会場になっております。はい、そしてですね、これ地味にですね、地味にじゃないんですけど、対戦画面の UI も一新しておりますので、そちらもねぜひぜひね気にしていただければ、UI 班が喜ぶのではないかなと思います。そしてジューベイのパロディカラーって言っちゃっていいのか言っちゃっていいのか分かりませんが、どっかに見覚えのあるカラーですねこれね。さあここでロリさんのバースを使って飛び道具を飛ばしていく。対するバトルプランナー京さんのジューベイのここでヒートゲージが50溜まったので、さあゲージを取っておく。勝ち C から烈光山
裏に回る。そうですね、ジューベはダッシュで相手の裏側に回り込むことができると。さあ、不動車レンジンからコンボをつないでいく。さらに知らぬい鋼で、これは出現位置が裏に回る、このめくりを狙える軌道を選択してきましたね。さあ、1ラウンド目はバトルプランナー強さのジューベが圧倒していく。さあ、あのドライブが非常に強力ですね。なので結構50% 欲しいです。僕も今日10米使いますが、 50% ためたい10米と ためさせないというか、他の守りのシステムに使わせたい相手側というコースに何かしらございません。さあ、近づいていくのはロイさんです。投げは抜けて、さあ、このリーチの長いしゃがみ B、 見た目通りリーチが横に長く、さあ、なんだ、もつれたところに前 D からコンボ見せてしまう。さあ、1の方カゲロウは下段判定かつリーチが結構長いので、あのように立ち回りで使っても有効です。さあ、これは鬼ギツネからジャンプ D につないでいくルートから中段はしっかり立ちガードしている。低空ダッシュで崩して立ち D から飛び道具ブルーの飛ばしていく。これはオーバードライブ合わせて斜め下 C が2段技なので、1段目をガードキャンセル、オーバードライブからしっかり口が崩して、ここはバトルプランナー強さの10米の反撃、ジャンプ B をかぶせていくが、斜め下 C からレッコを中段ラピッドキャンセルしてコンボを伸ばす。勝利したのはバトルプランナー強さの10米、おめでとうございます。さあ、というわけで勝利したのはバトルプランナー協賛の10米。というわけで今日はこのまま1回戦をバーッと縦に続けていきます。では続いての試合いきましょう。パピオンマンさん対プログラマー K さんお願いします。プログラマー K さんもしかしたらまだ記憶場にいるかもしれないので、はい、K ボーイです。 K ボーイを呼んできてください。 K ボーイ括弧同期を、ちょっとすいません。そうですね、今コメントでもあったんですけど、エクシードアクセルに最低ダメージ保証が追加されましたので、コンボの締めで使っても、一定のダメージを出すことができるようになりました。さあ、というわけで準備できれば、スタートボタンを押していただいて結構でございます。ちょっとね、さすがに30人分の2しか用意できなかったので、ない方はないで大丈夫です。というわけで 1P 側がプログラマー系の、ノエル。対するはパピオンマンさんのアラクネ。今日もパピオン飛ばすことができるのか。というわけでノエル対アラクネ見てまいりましょう。まあ、もちろんシステムボイス設定しない場合はデフォルトのいつものボイスが流れます。では試合の方見てまいりましょう。さあ、まずは体育タクシーを決めていくパピオンマンさんの荒くね、冷静立ち火から中段を狙うがちょっと届かない。飛び込んでいく、この青い荒くね。空体育のジャンプ B、 低空出しから中段で崩して、ここからチェーンリボルバー、ブルームトリガーで締めて2700ダメージ。しゃがみ A が当たって画面端に投げは抜ける、ジャンプ B かぶせて下から出てくる。しかしダッシュで距離を詰めるノエル側、ジャンプ B かぶせていく。さあ、このジャンプ B 非常に強力。ここでラクインがスタートする。パピオン出せますか。パピオンは出す。さあ、これパピオンしかし一往復して帰っていく。さあ、体力大幅リードはパピオンマンさんだが、立ち入りの暴れが通って画面端中段が通る、中段の線クラッシュ取りが届かない。最後はダイブ。さあ、1ラウンド目はパピオンマンさんの荒くねが勝利。しかしいい勝負してるぞプログラマー系。レベル2、ジャンプ B からジャンプ D つないで、しっかりラクインをつけ切って、し
かしここは楽にダメージもらいたくない。距離詰めて触りに行く、距離を置いて近づいて崩して、さあこれはワンコンボで楽園が終了する。ここで引くは追尾のゼロベクトル、ジャンプ D が当たってしまう。中段は立ちガード、ラピドキャンセル使ってすかさず中段斜め下しがつながらず、そしてこれ、地味な変更点、ノエルの、アクティブフローにしてたところの UI に注目。下のヒートゲージのところも紫色に光るようになりました。あ、今荒くれになってる。荒くれの右下のヒートゲージですね。ヒートゲージも、点灯というか紫色に発光するようになったので、よりアクティブフローになったかどうかが分かりやすくなったかなと思います。よろしくお願いします。そしてこれうまく拾い直して、まだ残っている。ここで楽園、これはかなり厳しい状況。勝利したのはパピオンマンさんの荒くれ、おめでとうございます。というわけでパピオンマンさんが勝利ということで、さあでは、続いての試合見てまいりましょう。ヒロさんの田岡か対、下級戦士前田さんの椿をお願いします。じゃあせっかくなんで、じゃあ前田さんワンピーガードお願いします。ワールドランキング、何ランキング、ワールドランキング、確かにシンガポール8を倒すことによって、確かシンガポール発狂の一人だったはず。ヒロタオカカはシンガポール発狂の一人なんで、シンガポール発揮心、この発揮心を倒せばシンガポールベストフォーム、あ、大丈夫です。さあということで、インストール前田さんはなぜかアイコンがないんですね、思えば。というわけで椿対タオカカの試合になりそうでございます。タオカカはですね、結構アンコールがかなり劇的な変化を遂げているので、なんでシンガポールなんだよ、なんでシンガポールなんだよっていうか、シンガポールにいたからシンガポールにいたからなんだよな、本当にシンガポールから来たんだもん、しょうがないじゃないかしょうがないじゃないか。さあまずはタオカカが縦横無尽に画面を駆け回っていく、相打ちから固めていく、オーバードライブ発動、しかしここはインストールしていたので、まずは距離を置いてオーバードライブやり過ごす。ターンを握っているのは前田さんの椿、まあ、前 CC 出し切って反撃をもらってしまう。裏に回ってここでバスト、さあ空中からジャンプシーをかぶせていく、アンコール、中段は立ち方シール、マイ BB からさあしゃがみで割り込んで中段で崩す、立ち火つないで猫さんから前へ猫魂2からジャンプシーかぶせていく、さあこれはどうだ、ヘキサで残っている、しかし最後はジャンプシー。さあヒロタオカが非常に展開が早い攻めで1ラウンド目もぎ取ってリベル2開幕、ジャンプ猫2から攻めていく、ヒロタオカか8くらい確認している、ギザギザから猫に画面端追い攻め飛んでいる、再びジャンプシーから、さあここはガードして猫歩きからジャンプ D CC ジャンプ D から前に刻んで猫に、さあここはちょっと斜め下しか繋がらなかった、インストール前田さんのチャンスが訪れる、裏に回って D 剣、ここはインストールを使ってダメージを稼いでいく、しゃがみを当てて受け身を取らせたんだが、カウンターされると前進直撃、さあこれはいいダメージが出そうだが D 光に回して駒投げ、鎖から刃飛ばしてここでカウンターアサルトを打たせる、体力両者ほぼ五分といったところだが、ここでガードキャンセル、オーバードライブからグッドイクジャンプシー、立ち火からぶったが反撃受けずに済んで、立ち火が空中ヒットしっかり空中コンボつないで2ラウンド目は前田さんが取り返す、リベル3
突っ込んでいく。さあ画面端、タオカカの攻めがスタート。立ち火からぶったところに冷静にジャンプ攻撃を突っ込んでいく。浮き目取ってクウナギを狙うが空振っている。しかし椿が画面端から抜け出ることが難しいか。青いが、さあここで着地ゲタンが通って前 C から前勝ち上げて攻撃発動。さあどうする、タッチ C カウンターされるとどういうことだ。突っ込んでいく、タッチ A に合わせてオーバードライブ、エクシードアクセル。勝利したのはヒロさんのタオカカ、おめでとうございます。まあ、今エクシードアクセル、まあ、打ちましたけれども、エクシードアクセルの硬直が伸びていますので、まあ、今までのような感覚で打つと、もしガードされたりとか避けられたりとかすると反撃を受けやすくなったというところがありますので、皆さん、明日からの対戦ご注意くださいという感じでございます。よろしくお願いいたします。さあでは続いての試合見ていきましょう。ER 中川さん対謎のドンカツファイター T さん、お願いします。というわけで、ER 中川さんはテルミ、謎のドンカツファイター T は、イザヨイでしたっけね。あ、どちらでも大丈夫です、お好きな方で。こっちが配信台です、こっちが配信台。まあ配信台っつってるけど、あの両方同じ画面なんで、あんま意味ないですけど。いや、名前出そうとかあるじゃないですか。あ、じゃあ 1P 側足し、あの足しT さんで、謎のドンカツファイター T さんで足しちょっともっと早く言ってER はエターナルルーキーの ER です。あ、違う、あのエロ ER とは一体何なんだ。え、この人に乱入してください。さあというわけで CF 家庭用をちょっと触って、イザヨイがイケてるということでイザヨイを選んだ謎のドンカツファイター T。 しかしいろいろバージョン2によって変更点があるんですが、ついていけるのか。小杉人、そうだ僕見てましたよ国王の配信、あの企業対抗戦見てました。あの企業対抗戦のマスクしてた人ですね、謎ドン T。 対するは ER 中川、会社からプレゼントされた時計をつけない男。なぜつけないのか会社からプレゼントされた時計をつけない男、なんか痛いからという理由でつけないらしいです。あの白状なやつです、白状なやつです。あの後でいろいろチクっときます。 ER は日吉駅の近くにある麻雀屋さんですね。分かる人が少ない。さあまずはゼロ式ゲージを貯めていくドンカツファイター T、 いざよい。対するズピがまずはゲージを使っていく ER 中川。さあここはガンガン使っていく、なんで笑ってるんだ。さあサイコパス来ました、ここでサイコパスが発生して画面足逆に追い込まれてしまう ER 中川。王子発動、打ち切ってじゃらく遠国戦、立ち火が直撃、オーディオじゃねえや、バースト使って失礼、ジャンプ T かぶせていく。さあ弾は全部当たっているんだが、おうまいことジャンプしてしっかり D ミラーを空中に逃げたのね。しかしジャンプ D をかぶせて飛び道具打ったところにしっかり飛びを合わせていく ER 中川、基本的な立ち回りができているような感じになってきましたよ。これはどういうことだ。おお、クータイクから立ち、さあ避けない、前空振り、その前非常に良かったんですが立ちじゃあ角、ここはゲージを急に使わない、切り返されてしまう ER 中川、ガードができずアストリアから前足が見えたが気にせずジャンプ指示で降りてくる立ち。あ、でもこれは当たったの、ガードされたの確認して立ち位置止めてますね。これガードが間に合って前足カウンター、どうすんの、何もしない、まさかの歩行選択。おっと3段目が出る前にラピキャンするっていうみんながやるやつ。さあ2ラウンド目は謎のドンカツファイター T が勝利、リベル3。
ジャンプした D を開幕、近づかせていく、しゃがみ D がヒット、タッチ D、しゃがみ D からしゃがみ D、タッチ D が接触、紫だが、まあ、なかなか不意をつかれた感じで通っている。目線が何出ないってな、出てましたよ。私ソニックセイバーでじわじわとここで開いていく、はまった。ゼロ式ゲージガンガン使ってダメージを稼いでいく謎のドンカツファイター D。 空間うまくつながらない。ただしエクシラクセルがヒットして、これはアクティブフロー中なので十分足ります。勝利したな、謎のドンカツファイター D、 おめでとうございます。さあ立ち回りだけで圧倒した男、謎のドンカツファイター T が勝利して、続いての試合見てまいりましょう。マークさんのジン対、ギルガメッシュ N さんのジュベお願いします。マークいます。あ、了解しました。ちょっとマークさんが今いない。マークさん今いない。愛妻ゲーマー M さんいます。ディレクター T さんいますよね。あ、じゃあその先にそっちの試合やりましょう。すいません。じゃあ先に、愛妻ゲーマー M さん対ディレクター T さんの試合お願いします。アマネ対テイガーで、ワンピツピどちらでも結構でございます。じゃあワンピ側愛妻ゲーマー M さんでお願いします。というわけで愛妻ゲーマー M さんは BB の生放送とかアーク生は初、果たしてどのような立ち回り見せてくれるのか。ちなみにこれは今ね、シカ2のイベントモードで対戦をしております。確かに愛妻ゲーマーなのにこんな遅くまで仕事って大変だなみたいな空気になっております。さあというわけでアマネ対テイガーの試合となります。アマネ、ニシキ。というわけでアマネはかなりドライブの削りの、ダメージが上がっているので、ぜひその辺を見せていただければなと思います。さあマネ対テイガーでございます。さあレベル1、まずは距離を置くアマネ側、 Z から空中ダッシュちらつかせつつハリケーンでキャンセルして的を絞らせない立ち回り。さあテイガーはここでファーストタッチ、スレちゃんもタッチ、立ち位置力をガンガンつけていく。ここでテイガードライバーが空振ったところで、さあオーバードライブしているので一気にスパイラルが溜まっていく。2の後半、ここからのアマネの削り値に期待したいところだが、カウンターサート立ち、さあ削っていく、うまくスパークボルトは回避して、しかし無理はしない。やはりテイガーはワンチャンスの火力が恐ろしいので、なるべくなら近づきたくないところだが、さあ Z に合わせて立ち入れタイプカウンターを取っていく。しゃがみで避けてちょっと溜めつつ、さあかぶせていく中段からのしゃがみで磁力をつけ直して裏に回って立ちかぶり Z から、しかし磁力の残りが残っている。ジャンプした視野から振って、うまいことスパークボルト Z で避けるアトミックコルダーに合わせて投げ、ちょっと青い立ち入れた、潰して、さあまだあるぞ、エアドライバー。さあまだ勝ち筋が見えている、様子見立ち、わいわい、いろいろあった、わい。さあゲージをフルに使って1ラウンド目もぎ取っていくのはディレクター T さんの定義が、立ち B すかさず中段補正を切りに狙っていく、立ち B から立ち D、 Z を投げは抜ける、しゃがみ D は空振ってジャンプ C を見せながら前に距離を詰めていく、ジャンプした C からしっかり拾い直し。さあちょっと見せてしまったがダメージ十分、2000ダメージを飛ばしつつ、しかしここは逆にアマネのターンになる、前 D 重ねてこれバーストしてしまうと前 D が当たって一気にスパイラルがレベル3。しかしテイガー側もバークボール溜まっている、ちょっと高さがスレッジでカウンターサルトを耐えて、 Z から立ち入れたく、絶対無理しない、
ジャンプ B からジャンプにつないで地上技につないでいきたいところだが、さあじりじりと立ち回り、さあタッチ D が当たってテイガーのチャンスになるが、タッチ D 空振り、よーっしゃお見合い、ジャンプ C が当たっていたんだが磁力の残りが非常に厄介、じゃがみし空振ってしまった。ライブからラピッドキャンセルを使って画面端前で締めて2ラウンド目は愛妻ゲーム M さんの勝利。レベル3、さあここは不意をついた前 D がガードさせることに成功。さあここからテイカーがどうする、スレッジ、さあ耐え切って拾っている、ジャムシグレッパリシュ、前が見えてるが、ガードを選択、銀河でダウンを奪ってオーディオ発動、届くか、磁力がついていない、ダジー銀河、さあ削っていきたいがバリアガードしのぐ、アマネ対策しっかりしている、スパイラル3からの削り、恐ろしいものがある、一瞬で溶けてしまった。勝利したのは愛妻ゲーマー M さんのアマネ、おめでとうございます。さあといったところでマークさん来ましたか、あ来ましたね、じゃあマークさんと、じゃあギルガメッシュさんお願いします。さあということでマークさんの人体、ギルガメッシュさんのジューベイですね、キャラクターは人体ジューベイとなっております。赤ペンここにあります、使ってますけど、あ大丈夫ですか、あ大丈夫です、スタートボタン押していただいてカード読み込みを飛ばしていただいて結構です。でその人選んで、さあ人体10米開幕があるので飛ばさないようにお願いします。ここは静かにしとこう。さあマークさんが果たして10秒でやってない、ちょっと10回ぐらい10回以上ある。さあというわけでマークさんの陣対霧亀シェーンさんの10秒、両方腕組んでる、秩序の力か、どれ調子を見てやろう、うせる貴様の道楽に付き合う暇はない。まあほらジューベイほら面倒見いいとこあるから優しく声かけたんだけど冷たくあしらわれちゃうという、ね、さあここは上からかぶれていくマーク人、鉄火人届いている。さあこのバックステップからの前ダッシュ、非常に移動値がでかいのでしゃがみ B 等々が、まあ、こう疑似的にですけど非常にリーチが伸びるのでかなり立ち回り有効活用していければなというところですが、さあここで10秒のターンになる、画面端非連装を溜め切る、微小球を使って立ち回っていく、さあ微妙に立ち位が届かず様子見、ダッシュしていく、姿勢が低い、さあかけおにぎつね、おにぎつね、レヒッチで割り込んでしゃがみ A から、さあ不動チャレンジ、立ち烈光山からの黒ひょうを立ち拾い直して、黒ひょうは当たらないがしゃがみ B が当たっている、バースを使って点々起き上がりが通る、最後はしゃがみ A、 1ラウンド目はギルガミシェヌさんが勝利。リベル2、まずはテイクダッシュ、しかしここは冷静に着地を攻め立てていくのがギルガミシェヌさんの10米。さあこの低い軌道のジャンプからコンボ決めていくのはギルガメッシュ N さんのジューベ、マイビーガードさせて投げは抜ける、しゃがみ B は空中に逃げていく、さあ今飛翔剣をダッシュのからの裏回りで避けている、立ち回し飛翔剣バックステップ、さあジーンのリーチがないがジャンプ D がヒット、飛翔球を重ねて置き詰め、刻んで中段の鬼狐ランジシは空振ってしまう、クータイクのジャンプビー繋いで鬼狐でダウンを奪う、さあこれは上りのジャンプ、
毎週渡らない。投げを狙う。体育立ち B からよ、ちょっと待ってからの投げを狙っていく。うまく拾い直してマーク陣のターンになる。セッカからダウンを奪う。ここで前提起きからの空対空のジャンプへ。勝利したのはギルガメッシュ N さんの10名おめでとうございます。さあというわけで1回戦続けてまいりましょう、クッキーおじさんのラムダ対、K さんの狭間。 K さんいま す, ま す, あ, ありがとうございます。じゃあ K さんこちらでお願いします。しかしあれセコンドが突然のセコンドが来ました。ちなみにアストラルヒートは出たら当たったらカメラ切り替えてください。あの発動は見せてもいい。さあというわけで、おクッキーおじさん来ました。ではランニーお願いします。あれセコンドがあれはエンジョイフロリダ、赤いエンジョイフロリダが来ました。さあラムダ対ハザマ、そしてクッキーおじさんはシステムボイスをこれは前に設定してるのかな。おデュエルフィールドアピールをしていく。アメリカ帰りの実力見せてやろう。神奈川県アクラム特設会場。さあ後ろの背景はしっかり第44回アクラマ特設会場になっているはず。あシングルトーナメントになってる。さあまずは空対空のジャンプを狙っていくが、逆に狭間のジャンプ A がヒットしている。ウロボロスを使って立ち回っていく。スパイクを出して画面を制圧していく。投げてシックル重力立ち前し。さあセコンドのエンジョイフロリダは O しか言わない。これはアドバイスなのか。裏に回ってジャンプシーがヒット。スパイクキャバリエ、エクシーがブレイド、いろんな技を見せてくれる。なんだ今のつなぎは。タッチから前し投げてスパイク前D、よく見てた。さあ空中ダッシュに合わせてしっかり前D からのカラミティ、まだ残っている。シックルカードさせて削りっぽいですね。削りでとどめ。さあリベル1はクッキーおじさんが勝利。まずは開幕冷静なしゃがみ D 対空でファーストタッチはクッキーおじさん。ウロボロスを使ってダメージを取っていきたいが対空がしゃがみし出ていたが、クッキーおじさんそこは地に足つけて中段で崩す。前 D からさばくつながらない。画面中央ちょいダッシュから投げを狙ってジャンプ前に後ろに空中ヒット。ここで頭のチャンスが来たと思ったら即座にカラミティカウンターヒットしているので拾えます。ちょっとミスってしまうが体力大幅リード。キャバリーに合わせてオーバードライブしゃがみへこすり勝ち。勝利したのはクッキーおじさんのラムダ、おめでとうございます。さあクッキーおじさん勝利したぞ。なんか負けて仕事終わりとか言ってたけど勝利したのはクッキーおじさんのラムダ、おめでとうございます。というわけで、1回戦が半分終了しました。右側のトーナメントに行きましょう、パラダイムが好き、くんのジューベイ対映像ソーマンのラグナお願いします。あパラダイムくん 1P でお願いします。でラグナジューベイなんでまあ開幕ね、あの飛ばさないように気をつけてね、気をつけてね。あのね結構意識してないとね飛ばすから。さあでは必須点ボイスが、さてドイツを鍛えてやろうか。さあ10名に設定している男カラーは13番。やっと俺の出番か。ステージはどこでも大丈夫です。というわけでラグナ対ジューベイでございます。いやほんとやっとだなさあというわけでジューベイ対ラグナ勝つ。
登場から8年1年経ってプレイヤブル。おいラムナ、久々に胸を貸してやろう。だが怪我しても知らねえぞ師匠。さあラグナ・ジューベイは戦闘中の一部必殺技のボイスもラグナ側が変わっているはず。逆になったから結果的に前足が出て、俺は師匠ディバイダー打ってほしい。師匠ディバイダー打って頼む、打てやCC 出てない。あいつあいつ出せないマンじゃないか。出せ出せ、あいつまさか違う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 、バカだね。当たっとる。違う違う違う、容赦おい容赦しないマンか。ちょっと待ってちょっと待って、シーインフェルノディバイダー打って、シーインフェルノディバイダー打って、違う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 、それじゃないそれじゃない、そこそこ、違う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 、それ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 、師匠ディバイダー、君が考えたやつ、君が考えたやつ、師匠ディバイダー、今聞こえたかな。打っていいんだよ、もっと打っていいんだよ、1ラウンド取ってからいいやろ、1ラウンド取ったからいいやん、もっと打ったぞ。ちゃ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 、痛えぞとかじゃないから、ちゃ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 、出ないマンじゃねえか、ただのただの出ないマンじゃん、そのしゃがみシーはそれ出ないマンでしょ。違う違う違う、デリアじゃない、あ、そうそう、でもデリアとかも変わってます変わってます。なんかラグナがよく言うなんか死ねとかバカみたいなやつは言わないようにななんで君が温まってるの。おディア発動、ガードが間に合って反撃できるはず顔が光ってる、これは先輩風を吹かせていくのか。しかしこうバースト使ってフィルズ、ガーネジー間に合ってる間に合ってる、ラピッドキャンセルしない。いやいや、これはなんだ、どうなんだ、後輩にあれをさせしてるのか、遠慮してるのか。さあリベル3、実況忘れていたが、立ち位から斜め下 C 烈光山。さあいいですね、これジューベイを使う上では結構かなりマズコレ的なコンボになるので、画面端では斜め下 C からの烈光山の後拾い直せるという感じですね。投げを狙う、さあ素早い動きから投げを狙ってランジシから師匠ディバイダーから777、ラッキーセブンからの中段デッドスパイク、立ち BC でフィニッシュ。勝利したのは新パラダイムが好きくんのジューベイ、おめでとうございます。わざとでしょ。さあというわけで、1回戦の続きいきましょう。じゃあアキラさんの S ジューベイ、スタイリッシュジューベイ対ワイズマン遠藤白面、お願いします。じゃあ 1P 遠藤さんで。さあそれは誰のだ、それ誰の、なんかハンドスピナー置いてたの誰ですか。ハンドスピナーの忘れ物です。え、マジで誰の、見たことないハンドスピナーですね。ハンドスピナー誰の。パラダイム投げるマンか。さあワイズ対するアキラさんは本日ドイツを鍛えてやろうか。ジューベイで被ってしまった。白面対ジューベイなんですが、やっと俺の出番か、やっと俺の出番か。さあワイズマン遠藤さんの白面最近伸びてきてるという噂でございます。あ、ちなみにこれも飛ばさないでお願いします。まあ、BGM は 6AU と、まあ、もちろん 6AU ですからこの歌にね、エンジョイフロリダ。喧嘩してる。我が聖堂を阻むな。やれやれ、
相変わらず融通の機関やつだ。ロイルオブフェイトイズ。さあ、六英雄対決、白面対ジューベ見てまいりましょう。というわけで遠藤さんはしっかり変更点を見せていきたい。さあ、2玉溜まったのでこれは見せていただきたいところだが、さあ体力大幅リード。さあ、違うんだな。まあでもまあ2って書いてあるところでかなり印象が変わるんだが、柳が2玉になり、当て身が成立しなくて攻撃判定が出るようになったんだが、さあいまいち当たらず、さらにジャンプ D が空中で成立しなくなったやつを見せていきたいところだが、うまく取れず、大理石十兵衛のコンボがスタートしている。さあ天寿豪雪羅しっかり繋いでいく。スタイリッシュジューベ使うはアキラさんだが、しゃがみ AAA から斜め差しバースを使って斬鉄対空なってない。しゃがみしバリアガードしのぐ、ジャブ BC から中段で崩しを狙う。斬鉄が通ったぞ。どうすんの連火。しゃがみしコンボできるマン、エンジョイフロリダイベル2。開幕はグレンをかっ飛ばしていく。しかしこのフレームももしかしたら合理的なのかもしれない。しゃがみで当て身を取ってジャンプ D を狙うが、さあこれはアキラさんがまだ JB の対空技を把握してない可能性がある。なので対空は望み打つかもしれない。しかし斬鉄が通って、さあ体調不良か。ジャンプ B、 しゃがみ D、 ジャンプ B でめぐるんでやっていく。柳はガードでしのぐ。ジャンプ B、 しゃがみぐらい。さあしっかりコンボしてくるのがスタイリッシュジューベ。ここで不動車レンジン、なんと不動車レンジンまで自動でやってくれるのがスタイリッシュジューベ、恐ろしい。さあポン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 から投げた、グレンしっかりコンボ刻んで勝利したのはアイズマエンド博明、おめでとうございます。さあこれはキラさんがこれ負けてしまったので、アイズマエンド博勝ち上がり。さあエンドリスクが続きますね。さあでは続いてディレクター S さんとヒーロー太田さんなんですが、ヒーロー太田さんが病欠なので、ディレクター S さん勝ち上がりでございます。じゃあ次の試合、Y 版湯口さんの神楽対中本さんの S お願いします。じゃあ湯口さん 1P がいいかな。あーでもカードないのか。あどちらでも大丈夫です。じゃあ 1P 側でお願いします。確かに遠藤さんがアキラさんに勝った貴重なシーン、これはレックレックするしかない。やっぱテイガーでやってほしかったところはある。さあでは、Y 版井口さん対中本さんの試合を見ていきましょう。さあ Y 版井口さん帰ってきました。神楽で統治法、ステージはオートで大丈夫です。さあ神楽対 S、 さあちょっと神楽が変更点が結構多いので手元の資料を見つつ、まず S は立ち位が硬直が減ってたりしますね。牽制で振りやすくなりました。あとしゃがみ D の硬直が減っているので、立ち回りで振った後に動き出すのが早いので、おもむろに出してすぐ行動できるようになりました。神楽はやはり何といっても前 B が発生早く、かつリーチも発生が早く、持続が長く、硬直が短くなっていて、攻撃判定が下方向に拡大しているので、ここだけ見るとものすごい技に見える。さあこの膝見たいところですが、神楽のジレンマとしては前 B を出しているということはためを解除しているということなので、ここが神楽のジレンマでもある。まずはリューバックスを飛ばしていく。しゃがみシーンに合わせてオーバードライブ、しかし立ち位がしゃがみに当たらない。距離を置いて、まずはオーバードライブがこれで終わる。 Y バンカウンターヒット。さあごっつぁん広いから、しかしうまく拾えず、逆に中本さんのターンになる。ボールスつけてめくりのジャンプ C を狙っていく。空中に逃げる、しゃがみへ押している。優先権から攻め、切り返してジャンプ D、 斜め下 C、 ボールス飛び道具からカウンターサート、リバー戦当たっている。立ち A から刻んで飛び道具固めて上に逃げたところを対空で狙っていく。着地して立ち A が間に合って、モールドレッド、対空のグリフレッドはガードしているが、リバク戦めぐりのジャンプ B、 再びグリフレッド斜め差しから立ち D からの
刻んで刻んで立ち A から飛び道具飛び道具立ち B しゃがみ B 飛ぼうとしたところにしっかり引っかかっている感じがしますね。さあリベル2まずは開幕立ち空振ったところにテイクダッシュを通していくのは Y 版ゆぐさんのカグラ前 C を空振ってユーパー戦飛び道具同士が搭載し合ってさあ流線剣からの C ファフナーすげえ減る2900ダメージなんとしゃがみ C 流線剣 C ファフナーカードモスという4つの技だけで構成しているこのコンボ2900フェイタル取って画面端ジャンプ C かぶせていくしゃがみ C からタッチ C 相打ち上からかぶせていくのはワイマンユミさんのカグラタッチ流爆戦ジャンプ C がヒットしている C ファフナージャンプ B カウンターヒット立ち入り拾って前 C を狙うがその場で起き上がって受け身を取ってブルーのブルーの前に走ってくるブルーのが立っている上りジャンプ C ファフナー感がありつつもリベル2は Y 版指さんが勝利リベル3空中ブルーのから立ち入り上からかぶせていくリバ戦固めてジャンプ C から優先権リバー戦しゃがみ中断しゃがみ C が空振ってしかし反撃はそこそこダメージ BBC からトリスタンでダウンを奪って立ち AA から中断ジャンプ C かぶせていく攻め立てるのは中本さんの S 食らってしまうしゃがんでいるがどうするさあこの肩がきついプリベットはガードしているわラピッドキャンセルを使って隙をフォローしていく中本 S グリフレットゲージはつかない上りにジャンプ B が当たっている中段前で崩してガウェインからオーディア2を投げが絡むっていうのを確認して後ろに投げてタッチ C から Y 番 B ファブナー前 B 中段が絡むっているがカウンターされるとグリフめくりのジャンプ C はガードしている C ファブナージャンプ B バーストガードが間に合ってカウンターサルト両者ゲージアップからガンまだ残っているリューパー戦前に出るブルーのヒット様子見投げた勝利したのは中本 S さあというわけで勝利したのは中本さんの S おめでとうございますさあ、1回戦続いての試合見てまいりましょう、通行人 A さんのニュー対、ワンダー君の S をお願いします多分両方いるはずじゃあワンピーがどちらでも大丈夫ですじゃあワンピーが通行人 A さんお願いします俺のちょっと喉があれなんでちょっと缶のいい音がしつつね乾杯ですはい、お疲れ様です。すいません、お先にいただきます。さあ、というわけで、通行人 A さんのニュー対、ワンダ君の S をお願いします。さあ、ニュー対、これは再び S ですね。両者遠距離戦に長けたキャラクター同士の組み合わせではございますが通行人 A さんは昔からニューを使っていた男古来からのニュー使い悩んでいるどういうことだどういうことだ何を悩むことがあるんだ苦手なんです苦手ここで苦手が出てしまったさあしかしねワンダー君も思い切りのいい無敵技がね思い切りのいい無敵技がたまに頭にくるパターンの立ち火カウンターヒットからさあこの辺りはさすがといったところちょっと見せてしまったか前へ中段で崩してここはバストを使う下段で崩してルミナス後ろ D ここは立ちガードルミナス設置からさあ距離を詰めずにこのまま遠距離で立ち回っていこうという魂胆の通行人 A さあまさに砲台しかしここはリーチの中でしゃがみ B が当たっているが前に起き上がりを選択して中段は立ちガードシールしかし下段がしゃがめない立ち後ろに立ちジックル
おっとこれはよく見るやつ、アークナまでよく見るやつ、アークナまでよく見るやつでフィニッシュ。俺もそれで亡くなられてるんで気をつけてください。さあリベル2、まずは通行人 A がリベル1を選手して空対空のジャンプ A からガンダッシュしてコンボよりも状況優先。ジックルから後ろ D、立ち D、シックル距離詰めてしゃがみ C、斜め差し C からのシックルルミナス、グリフレットは届かない、立ち D はジャンプで避けるワンダ君の S、チャンスが訪れた、ジャンプ D がヒットしているのでコンボに行ける。さあワンダ君はコンボが結構頑張ってる、青いが、さあ青いとか言ってる間に崩しに行くのがワンダ君の若干こすいところ。さあまずはめくっていく、パスを使ってグリフレット空振りバースト呼んでいるというか、なんというか、さあ打ってしまった、ここが若さ。さあ低空から見ていてフィニッシュ、勝利したのは通行人 A さんのニューおめでとうございます。さあでは次、クリーム、小谷さんの9対スサノオザワですね。はい、実況がいないんで、あ、じゃあワイバーンさん、あ、いないや、昇進のワイバーンさん、ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと実況を、ただ、ゆぐしさんも JB よく、あ、俺ワンピーでもいいですか、すいません、カード使うんで、まあ、俺セルフでもいいんですけどね、俺セルフでもいいっすよ、昇進のワイバーンさん、ちょっとマイクお願いします、JB に関しては俺が適宜、はい。はい、というわけで昇進のワイバーンです。あーもう本当にもっと変更点見せたかった。どの子がタイプですの、コンプリートなかった。確かで、今回はこれが10名です。そのオーダーはジューベイ VS クリーム小谷さんの9スタイリッシュということは開幕の掛け合いがある、あるということで飛ばさずにお願いします。あなたがどれだけ本気なのか、まずはそんなスリコプレイヤーの掛け合いをしてるマジ。さあ10名の技名は私知らないので、とりあえずフィーリング実況しますけど、10名の人と俺が考えたと、そう10名の技名は小沢くん命名だそうです。知らずに、で実装症は必殺技が小沢くんで、ディストーションが森さん命名。誰にも止めさせはしないわ。そうか、ならば俺の手でけじめをつけてやろう。いやーかっこいい、ジューベイ。ということで参ります、ジューベイ VS9。 アクションでしょ、選択しろ。ステッカーの微小球かぶせて、さあコナニさん9動かせるのか。上り段 A からの中段は小谷さん分かってなさそうですが、あとどうなる。さあこれですね、パープ DD からドライブの性能ががっつり触るので、これにどこまで対応できるかなんですが、さあこれですね、さあというわけで最後はダッシュのしゃがみ A かな、当ててジューベイが1ラウンド。というわけで第2ラウンド開幕ジャンプからを対空を決める9、コンボは落としてしまうが立ち回りに戻って10名の攻めに切り替わる。さあセレスタイトセットしたんだが10名の攻撃によって解除される。近距離ネイビー、必殺技キャンセルからシャレンジンを決めてパワーアップできるんですね。さあロアは使ってしまうが、ここから10米のコンボを決めて、青いけどランディッシュからこう中段が見えない。というわけで勝ったのは小沢の10米、おめでとうございます。というわけでこれ小沢くん戻ってくるのかな。はい、戻ります。だからお前のバ
すごい。というわけでですね、ナイン対ジュベイの掛け合いも見せれたということで、勝利したのはスタノーザーということで、あ、そう、緩急がすごい。そう、今いいコメントがありましたね。結構ジューベ緩急が鋭いので、ダッシュからの急停止とかもね、使いこなすとかなりいい感じの立ち回りができるんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。さあ、では続いての試合見てまいりましょう。さあ、1回戦最終試合ですね、シニゼックラムダ対腹痛魔人ナオト、お願いします。さあ、というわけで、ゼック対腹痛魔人くんの名をとお願いします。ナインの変更点が見られなかった。ナインの変更点は明日カウンターしてました。カウンターしました。ステップからのステップにカウンターがつくようになりました。強力ですが、リスクがあるということですね。変更点が気になる方はぜひ明日ゲームセンターで確認していただければなと思います。よろしくお願いします。というわけで1回戦の最終試合ですね、ゼックのラムダ対腹痛魔人ナオト。ゼックお得意、おー、ジャンプ B からなんか投げているのが腹痛魔人くんのナオト。バースト使って、さあ、この前にジャンプしていく強気のナオト。対空の前、ゼックはこの辺りが本当にきつい。きついってなんだ。ゼックはこの辺りが本当にきつい。おお、なんかシフト杖がなんか裏に回って、バーニシングパングレイドじゃない、バッシュ、失礼しました。中段で崩して、さあ、今のところからバーニシングパングレイドまで毎回いけるんだが、ここはディストーションまでつないでダメージを優先。しゃがみえしゃがみえで熱波は許さない。立ち D からブレイド、ラピッドキャンセルを使ってコンボを伸ばしていくのがゼックのラムダ。タッチ D 参り、めくって後ろに下がる、決して安直にインフェルノクルセイダー打たないあたりが普通。マジックは冷静だが、ここはゼックの空投げ、ゼック投げが出てしまう。これは俺もよく見るやつ、一生食らい続けたやつが飛び出していく。しゃがみ A からブレイド、ダメ足、タッチ B がヒットしている。これは上入れっぱのところに刺さった感じか。シックルからキャバリエ、前 C、エクシーがシックル重ねていつもの置き攻め、対空前からの前、さあシフト勢からファントムペインにつないでしっかりタッチが拾っていく。前が地上でガムダヒット、ブレイドから裏に回る、シャガニが出ている。ここはジャムシがヒットして、ブレイドラピッドキャンセル、ゼックの冷静なオーバードライブが発動し、冷静じゃない、ミスっている。エキシアクセル、そのエキシアクセルは今回からちょっと怪しいんだが、最後は空対空のジャンプ B でフィニッシュ。勝利したのはシニゼックのラムダ、おめでとうございます。そうですね、ファントムペインはコマンドが下上ではなくて上 A で出るようになりましたので、コマンドが簡略化されております。何ですかそれ、なんか緑色のマットが出てきました。緑色の謎のマットがあったんで、まあ後でちょっと後でどうにかします。というわけで1回戦が全て終了したところで1回告知を挟みたいなと思っております。あ、じゃあそれ後でツイッターかなんかにアップしましょう。はい、というわけで帰ってまいりました。途中から来た人のために挨拶させていただきます。アクシステムワークスの小沢と申します。よろしくお願いいたします。というわけで、明日ブレイブルセントラルフィクション大型アップデートということで、アーケード版ブレイブルセントラルフィクションバージョン 2.0 を使ったアーク生を行っております。よろしくお願いします。ではここで、一旦告知を挟みたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。アークからのお知らせでございます。よろしくお願いします。ではまず画像をお願いします。来ました、ホラーアドベンチャー&恋愛シミュレーション、ホワイトデー学校という名の迷宮キャラクタームービー、これ篠宮雫編が公開されました。本作発売までヒロインたちのキャラクタームービー全4回を公式サイトにて順次公開していきます。今後の情報にご期待ください。また全国エンタメ祭りの体験会を皮切りに8月5日の土曜日から8月8日の火曜日に岐阜、名古屋、大阪にて体験会を実施いたします。プレイされた方には人気デザイナー美濃星太郎様より書き下ろしのポストカードをいただいたので、こちらをプレゼントさせていただきます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ここに現物が美濃星太郎、あ、ここにあります。
美濃星太郎様よりいただきました。すいません、美濃星太郎じゃない、美濃星太郎様よりいただきました。これですね、すいません、書き下ろしイラストのポストカードとなっております。あ、ここカメラマンがよく考えたら、失礼しました。こちらですね、近い、あーアップになった、咲きましたね。こちらのポストカードをプレゼントさせていただきますので、ぜひぜひ体験会の方に足を運びいただければなと思います。そうですね、プラスの人ですね、はい、こちらの方をお配りしておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあ戻していただいて、では、先ほどちょっと話題にも出ましたが、全国エンタメ祭りについてのお知らせでございます。全国エンタメ祭り、こちら何回か告知させていただいておりますが、8月5日と8月6日、岐阜県岐阜市で開催されるイベント、全国エンタメ祭りの出展情報となっております。まずは両日、柳瀬本通りゲーム体験物販エリアにて物販を実施いたします。そして8月6日の日曜日、柳瀬イベント会場メインステージにて、ゲーム芸人藤田さんと、ワイズマン遠藤さんによるダウンタウン乱闘行進曲勝ち抜き格闘スペシャルの生放送番組を実施予定でございます。商店街や会場を巻き込んでの生放送となる予定です。なる予定というか、なるかもしれませんので、ぜひ皆さんも興味ある方はチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。続きまして、弊社と日本一ソフトウェア様と、そうですね、これ前回からですね、僕日本一ソフトウェア様とお呼びしたんですが、正しくは日本一ソフトウェア様でございました。この場をお借りして、謝罪させていただきます。申し訳ございませんでした。日本一ソフトウェア様とエクスペリエンス様の三社合同納涼ホラーゲーム体験会を両日開催いたします。弊社からはホワイトデー学校という名の迷宮をプレイすることができます。続きまして、ギルティギアイグザードレベレーターストモ上映会を岐阜で実施いたします。8月5日の土曜日、会場はシネックス、登壇者は機動化社長と、私と書いてありますが、先ほど登場した片野明、通称明さんが登壇を予定しております。なお当日券の販売も実施いたしますので、チケットが購入できなかったというお客様も、大丈夫かと思いますが、当日券は価格が多少異なりますので、ご了承ください。よろしくお願いいたします。最後に、小沢チャレンジ in 岐阜の開催決定いたしました。8月6日の日曜日にアクセス柳瀬店にて、実施いたします。時間は2部制で、第1部が11時から12時半、第2部が13時半より15時を予定しております。対戦した方全員に小沢軍団アクリルキーホルダーをプレゼントさせていただきますので、ぜひとも遊びに来てください。時間内であれば何度でも対戦可能ではございますが、景品はお一人様1個限りとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。よろしくお願いいたします。また全ためで販売したグッズは、8月11日から8月20日までゲーマーズ秋葉原店さんで販売されるとのことでございます。詳しくは、画面の URL かな、上に出ている公式ホームページに出ておりますので、そちらの方チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。まあ、私は小沢チャレンジ、10名で参戦させていただきたいなと思いますので、ぜひ皆さん10名と対戦したいなという方はぜひ足を運んでいただければなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、アークからの告知でございました。本日は以上となります。では、引き続き、トーナメントの方をね、進めていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。みんな、なんかダビり始めていますが、あれ、おかしい、反射位置が、あ、来た来た。はい、というわけで、では、白面リクエストしちゃダメ。ザーチャレンジに関しては、キャラクターにこれで対戦お願いしますという方、キャラに関しては、白面、スサノオ、響き、基本は JB で、当たりだったら対戦して、俺が恥ない戦いができると思いますので、ぜひ、キャラの指定がありましたら、そちらでお願いします。さあ、ではたわけた T シャツ、たわけた T シャツって言われてしまった。マジか、このたわけた T シャツ俺お気に入りなんだけどな。はい、では、アークナマトーナメントの2回戦の方に進めていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ではバトルプランナー京さん対パピオンマンさんの試合をお願いします。というわけで、キャラクターは10兵衛対アラクネですね。 1P 側じゃあバトルプランナー京さんでお願いします。さあ、というわけで、バトルプランナーヒョウさん対パピオンマンアラクネ。さあ、この後スサノオも、出てきますので、全スサノオが出てきます。あ、システムボスがテレビになってる。あ、そうか、さっきもそうだった。猫またちょっと待って、ごめんたからの、もう音変えた、ヒヤッとしたから、音響蹴った、気をつけてね、音響蹴ったっぽいから。
さあというわけで10米対アラ君でございます。システムボイスなんですけど、家庭用で、ダウンロードコンテンツとして販売されていたダウンロード、システムボイスを全て、ギルドサイトにてプラチナダラを消費して、まあ、一定回数レンタルすることができます。買い切りではないのでご注意ください。なのでね、今のうちからプラチナダラを貯めておくと、おすすめでございます。よろしくお願いします。お気づきになりました。これは10米はこれ完全に嫁のカラーを選んでいく。ここがバスト。さあ今の変更点気づいた方いるのだろうか。アラクネのバーストが動くようになっている。気づいた方は果たしているのか。なんとアラクネのバーストモーションが今まで1枚の透明だったのがなんとアニメーションするようになったという地味すぎる変更点。こういうアークナまでしか触れられない。さあインバースはちゃっかりガードからの前シーからの黒評価届かない。タッチータイクから刻んでいく。さあもう一回見たい、もう一回見たい方はブレイブルーセントラルジェクションバージョン 2.0 のオープニングを見てみよう。なんと俺がちゃっかり荒船のバーストシーンを入れている。なんとグラフィッカーさんから熱望されたので荒船のバーストは絶対入れてくださいという要望がありましたので入っております。しっかりねそこで目に焼き付けていただけると幸いでございます。ライチのところでやってるはずです。みんなライチの国士無双の発動シーンに目がいっている裏で実はなんと荒船がバーストをやっているというしゃっかりムービーですね。ここだけの話。さあここはラピッドキャンセル使ってコンボ決めていくのはバトルプランナー共産のジュベ。さあリベル2しゃがみ B 牽制でご挨拶を引く偽証球。さあ偽証球を打つとかなりラインを上げるんだがここで荒船うまくジャンプ D を合わせていく。直線的に斜め下に突っ込んでいくのであのような状況で非常に効果的。しゃがみ C が当たっている。さあじわじわとラピンが溜まっていくがどうする。ゼロベクトラ上空ジャンプ B、 ジャンプ B。 さあおにぎりに当たらない。しゃがみ B からタッチ C、 斜め下 C、 かげろうから不動車レンジン発動。鉄鋼さんは4段で止めて。さあここは画面中央に逃げるパピオンマンさんの荒くね。ジャンプ B ガードしてガードを見せつつさあタッチ C 先端からでも烈光さんがつながる。中段もガードしてしゃがみ C をぶっこんでいく。パピオンマンさんここはオーバードライブを使って無理やりラクインスタート。裏に回ってさあうまく崩せないがどうする。前が通ってここでラクインが終了。引いているゼロベクトラ上空切りガードして相手の体育を誘っているが最後は千住豪雪らでディストーションフィニッシュ。勝利したのはバトルプランナー共産のジュベ。さあではあれ赤ペンがあった。さあというわけでこちらで2回戦第1試合が第1試合ですね。第2試合といきましょう。ヒロさんのタオカカ対謎のドンカツファイター T アットまだ動画勢さんのいざ酔いの試合をお願いします。どちらでも大丈夫です。さあ何か10米等々でね、なんか質問とかあれば。発動中はゲージも上がりやすくなって、そういった変更はないはずですが、結果的にコンボの伸びは変わっているので、そのあたりでかなりゲージも増えやすい感じですね。うん、リューベンの一番可愛いポイントは個人的にはジャンプ B の2段目の猫っぽい足とかしゃがみ B も生めかしくて好きなんですけど僕のおすすめはジャンプ B の2段目ですかね。尻尾もね可愛いんですけど、10米のこだわりポイントはしゃがみ A と立ち A が連打なんですけどちゃんと1撃ずつ A が違うんですよ。確かちゃんと尻尾もね1段目と2段目と3段目は、ね、別の A が出てるはず。そうそう生足です。さあ出てくるのはイザヨイ対タオカか謎のドンカスファイター T やっとまだ動画勢さん対ヒロさんのタオカか。
さあまずは開幕ターンを握っているのは謎のドンカツファイターチンさんの異彩酔い。ソニックセイバーを飛ばしてじわ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 とベロシック溜めていく。さあ猫にの最終段だけヒットしてダメージが伸びている。ダウンを奪って立ち火。さあジャンプ B から猫さんヒット。さあ勝ち上げて前 C から前へ猫に当たらない。さあ画面端で圧倒して1ラウンド目はヒロさんのタオカカが勝利。リベル2ジャンプ C から前 C。 さあここはタッチ C で暴れてる。これはいいんですが、もしかして出てないのか。ジャンプ C かぶせて下段で固めて固めて全然出ないぞ。イージスが全く出ない。イージスが出ないしゼロ式ゲージも全然たまらない。1ラウンド目は逆の画面端で再びヒロさん、さあめくりのタッチのネタを使ってくる。カウンターサルト積みすればガードさせて、さあここはバーストがないので甘んじて受け入れるしかない。前 C から前 A、 猫魂2からジャンプした B、 オーバードライブエクシードアクセルで、さあここはあれですね、エクシードアクセルに追加された最低保証を見せつけていくスタイル。勝利したのはヒロさんのタオカカ、おめでとうございます。というわけでこれでジュウベイ対タオカカになりましたね。これでさあ猫バトルが始まる。さあでは2回戦第3試合目、ギルガメッシュ N さん対アイザイゲーマー M さんお願いします。キャラクターはジュウベイ対アマネですね。ギルガメッシュ N さんと、アイザイゲーマー M さんいらっしゃいますか。あ、大丈夫です。ではそちらでお願いします。対戦もいいけど調整内容だけは動画で30何キャラ動画かちょっと検討します。で続いての試合ですね、ギルガメシエヌさんジュウベイ対アイサゲーマー M さんのアマネ。そして家庭用の件なんですけど、家庭用に関しましても、まあ、また近日中に情報が出せればいいなと思っておりますので、ぜひ、公式ホームページ等々ぜひ、まあ、夏の間はチェックしていただけますと幸いでございます。よろしくお願いします。さあでは2回戦の第3試合、ジュウベイ対アマネ、ギルガメッシュ N さん対アイサイゲーマー M さんの試合お願いします。ロカ純正のその果てを見せてやろう。さあアマネ対ジュウベイでございます。さあまずは、うわあ相打ちから拾い直すのはギルガメッシュ N さん。マイクの前へしっかりランジし合わせていく。下段の斜め下 C から中段の鬼狐を振ってガードを揺さぶろうというギルガメッシュ N さんのジュベ。高み B からタッチ C、 斜め下 C から烈光弾。さあこれはジャンプ C が見えているが前は間に合わず、タッチ D ガードさせてじわじわスパイラルを溜めていく。さあオーバードライブが終了したか、ジュベがクルタイクを狙いに行く。強者相打ち、タッチ D から後ろセット前セット、タッチ前 C、 タッチ B でダウンを奪ってバックステップにタッチ D が引っかかる。バイラルはレベル3なので火力は十分。カウンターサルトからっていう戻ってきたジャンプ C がカウンターヒット。すかさず不動車レンジンから烈光弾からの黒ひょう、タッチ C から衣装狂気攻め画面端、中段の上りジャンプ A から再び烈光板からの鬼狐による中段による崩し、この画面端の怒涛の攻めなかなかしのぎ切ること難しい。さあリベル2低空ダッシュのジャンプ B からしゃがみ A 刻んでタッチカウンターヒット。ここはバースト使う。
アマネ側はこの素早いジューベイの動きをどうさばいていくのか。立ち、しっかりギリギリガードからクー投げ、立ち斜め下 C からのクローショー、ジャンプ D、 ジャンプ D からジャンプ D につないで着地してレッコーガン裏回りを使ってチャレンジンからドライブ、知らぬい鋼をコンボに入れて画面端に運びつつ置き攻め、非常に厳しい状況、どうするアマネ側。さあ位置振り返って、ここはこの場起き上がりからのしゃがみ、勝利したのはギルガメッシュ N さんのジューベイ、おめでとうございます。さあ2回戦第3試合がこれで終了、2回戦の第4試合に移りましょう。というわけでクッキーおじさんのラムダ対三等家さんのジューベイお願いします。というわけでですね、こちら三等家さんはシードだったので今回は初お目見えという感じでございます。キャラ変えても大丈夫ですけど、キャラ変えます、大丈夫ですか。ああ、大丈夫です、飛ばして大丈夫です、飛ばして大丈夫ですってもあれだけど、タグに一人病欠タグがあるらしい、俺の画面では見れないけど、残念ながら今日は一人病欠でございます。好きなキャラを選んでね。システムボイスはマイラムダ対ラムダ11、ファントーカさんのジュベ、ジュベ、ステージをデュエルフィールド、なんか風と聞いております。俺もちょっと髪の毛ん、ヒーロー太田、ヒーロー太田さんはなんか風らしいです、夏風ですね、皆さんも気をつけましょう。え、接続開始。この前に立つか、覚悟はできているな。ザ・ウィール・オブ・フェイク。というわけでラムダ対ジューベイでございます。アクション。さあこれはジューベイの鋭いジャンプからの、さあこの急停止ですね、ダッシュ中にレバーを後ろ方向に入れることで急停止するんですが、これを使った相手の牽制等々をですね空振らせたり、まあ、他のゲームだとこうダッシュ中に止まっても滑っちゃうんですけど、ジューベイはこの急停止をすることによってその場でピタッと止まることができるっていうのが最大の特徴でございます。さあここは絡み手が出てしまったか、それだけジャンプ B からランジ死につないでダウンを奪う、立ち A で何か暴れを潰してさあ絶好弾ダメ足、チャレンジンを使ってさこの技を使うと、まあ、暗転中に相手が何をしているか見ながら、ジューベイ側が次の行動を選択できるので、まあ、今の場合は相手がジャンプしてバリアガードしていたということで、手出していないので、まあ、ここは攻めれるなという判断をしていくという感じですね。リベル2、ちょっとジャンプして空内を狙っていた形か、ガチが空中内でヒット、まあ、そうですね、ジャンプの軌道が低いのであのように打点の高い技が置いてあると結構引っかかったりするんですが、どうする、低空ダッシュのジャンプ C が通ってタッチ C から前が絡まっている、でこれはタッチ前 C からシックルは当たらない、中段を狙うが届かない、しっかり黒ひょうは最大まで貯めると先ほどの動画でも紹介した通りガード不能になるんですが、しっかりジャンプして避けていたクッキーおじさんエキシダクセルねじ込んで、なんでさあクラッシュトリガーを打ってしまった、さてこれはしかしシックルから立ち MIC につないでなんか知らんがおいしい状況、バイクブレイドは裏に回って避けている、対空のしゃがみ C、 しゃがみ C、さあなんかジャンプ C の2段目が当たってしまって画面端で不動車レンジンスタート、置き攻め、しゃがみ B いけないからジャンプして逃げる、空気おじさんがなんとかして画面端から逃げたいが黒ひょうからぶったところに、さあ冷静すぎるコンボからスパイク中段、さあ距離がつかない遠いがランジシワガードしているしのいでまたその低空カラミティは何なんだ、さあ2ラウンド目はクッキーおじさんが勝利、なんだかんだでリベル3、開幕しゃがみ B はジャンプして避けているクッキーおじさんのラムダ、アメリカ帰りの力を見せているのか、下段のしゃがみ B、タッチの2段目が空中カウンターヒット、これは痛い、2300ダメージからしゃがみ C から投げを狙う、シックル斜め下 C 重力タッチ前 C からキャバリエ、しゃがみ D タッチ D 前 D から再びのスパイクは
当たらない。逆に三等家さんの十兵衛チャンスになる。黒ひょうから拾い直して空中コンボに持っていく。ランジシで締めて置き攻め絡み切り選択ガードしている。立ち位から斜め下し烈光さんでフィニッシュ。勝利したのは三等家さんの十兵衛、おめでとうございます。というわけで左下のブロックは10兵衛対10兵衛のカードとなりました。では右上のブロック見てまいりましょう。パラダイムが好きくんの10兵衛対ワイズマン遠藤白面お願いします。ワンピーでシステムボイスを見せつけたい人ワンピーでお願いします。じゃ あよく考えたら2人とも10兵衛じゃん。2人ともシステムボイス10兵衛だよね確か。なんでどちらでも大丈夫っす。十兵衛の体力いくつ、具体的な数字は申し上げることができません。申し訳ございません。さあというわけで、パラダイムが好きくんの十兵衛対ワイズマン遠藤さんの白面のカードです。お願いします。左側にカーソルを合わせて、あ、そうそう、さてどいつを鍛えてやろうか。さあしっかりカラーは全部出しておいたぞ新人パラダイムくん。しかしデフォルトを選択。やっぱね、わかるわかる、デフォルトが一番いいみたいなとこもある。そうそうだよ、ドクターパラダイムを作ったじゃないけど、ドクターパラダイムが出てる GG2 を作った人が相手だ。えでしょ、作ったっていうか、ま、その時のメンバープログラマーだよ。だからワイズマンなんじゃん。だからじゃないけどさ、でもそのワイズマンもちょっとそういうあれもある。マジリスペクトの今風だな、今風だな、リアクションがパリピカ。ワイズマンの中の人、そうです、ワイズマンの中の人です。申し訳ございませんのことへいへい。というわけで新人パラ違うパラダイムが好きくんの十兵衛対ワイズマン遠藤さんの発明お願いします。さあ なぜかマイシーを貯めてジャンプ B、グラスをかぶせていく、中段の前 B で崩して前 C を溜める。さあ完全にやる、おっしゃがみ D を合わせてジャンプ B を上からかぶせていく、両者相打ち。しかし前へカウンターして10名の方が斜めによろけている。なんだなんだ、ジャンプ D かな。さあ追撃できるようになったぞということで、さすが遠藤さん、さすが遠藤さん、3玉を無駄にしていく。素晴らしい立ち回りからの裏に回ってしゃがみ A でカウンターヒット取っている。以上9、さあこれですね、柳が当て身を取らなくても攻撃判定が発生するようになったので、非常に恐ろしい突進技と化した。ただし、なんだ音が消えたぞ、なんか会場なのか、なんだ俺の耳がおかしかったか、なんか音静かに、すいませんか、俺の耳がおかしかった、すいません。柳でフィニッシュ、素晴らしい。さあしっかり変更点を見せつけていくワイズマン遠藤さん。さあレベル2、そうですね、今日調子いいですね、ワイズマン遠藤さんって言ってるそばから当て身が空振ってしまう。当たっている、そうですね、これ多分変更点リストに載ってないんじゃないかな。載ってない、なんと白面の風魔神に SE がつきました。白面の風魔神に SE がついたので、興味ある方ぜひ使っていただければ。風魔神くんに SE がつきました。今まで実はなくて、これ大事なんですね。切って、そうこれだから、あ、それ何やってんの、なんだ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 、圧ある。さあ当たってカウンター、鉄鋼山画面端、しゃがみ B が普通に当たって中段で補正を切っていく。さあ新人パラダイムいい立ち回りをしていく。最終ラウンドグレン、開幕のグレンがバックスに当たってうまいこと画面端、しゃがみ C 対空ジャンプ写真かぶせて中段の前 B、 今のフォンフォンフォンって音ですね。しゃがみ D を取って、それをできれば必殺技でキャンセルしたりとか、前 B から疾風打ったりとかしてほしいんだが、連下からしゃがみ C で拾い直して4000ダメージ。素晴らしい、ワイズマン遠藤さん第3回戦進出。さあでは続いての試合に行きましょう。ディレクター S さん、ディレクター S さん、じゃあディレクター S さん対中本さんの S をお願いします。中本さんの S をお願いします。
貴様ならば理解しているはずだ。もはや間違いない。さすがはキラさんを倒した男。我々に退く道はない。これはワイルドアイズマン。ゆえにそうですね、私はこれがワイルドアイズマン。果たすまでこれがワイルドアイズマン。あ、大丈夫ですよ、飛ばしていただいて大丈夫です。さあ遠藤さんはこれで10米を切り伏せて、2回連続切り伏せて20米切ってますね。さあ遠藤さんがぶった切ってきましたよ。さあではディレクター S さん対中本さんの試合をお願いします。で左側にカーソルを当てていただいて、あ、今相手から。というわけでスタイリッシュテイガー対中本さんの S お願いします。オートで大丈夫です。さあではでは、テイガー対 S でございます。さあでは試合の方見てまいりましょう。配信は、22時までは多分無理なんで23時まで枠を取ってあります。あ、そうですね、お気づきになった方もいらっしゃると思いますが、画面にですね、U っていうあなた側がこっちですよっていうのを示すアイコンが表示されるようになりました。でこれはこれはそうですね、これはロケテストで皆さんからアンケートいただいた内容にありまして、ね、対応させていただきました。フィードバックもさせていただきました。まあそうですね、同キャラクターだった時とかに、まあ、どっちが自分か一瞬でわからんという、ことがまあ起こりうるということで、まあ開幕時にあそこのキャラクターのちょっと斜め上付近に表示される U というところを見ていただければ自分がどちらの側かを確認できるようになっております。テンポラ対戦ではね、ほぼほぼ、自分がどちらかはなんとなく分かると思うんですけれども、全国対戦になった時とかに 1P 側と 2P 側、基本的にはランダムになるように、設定してあります。なのでその場合どっちか分かんなくなった場合はですね、あの部分を見ていただければなと思います。よろしくお願いします。さあブルーの画面足、1ラウンド目は中本さんのエースが取っているんだが、さあディレクター S さんのテイガーも負けてはいない。ガード固めて、ガード固めて、どうする。さあ動き出したところに攻撃ヒットしている。スレッジハンマーで割り込んでしゃがみ D、 ジャンプ B、 ウェッジ型パルト連打しておけばインパクトドライバーまで、これで 1-1。 リベル3投げて、マイシーはちょっと青いが、サチエ押してガジェットフィンガーからしゃがみ D は空振っている。ガジ力がついているので動きづらいところ、モルドレッド立ち火、斜め写真は青いが構わず固めていく。ウェイジカタバルトからインパクトドライバーからのガジェットフィンガーからのしゃがみ D、 ダッシュ立ちからモルドレッドボールスつけてダッシュをチラ見せしつつ地力が切れるのを待ちたいが、ここはもうグリフレットが空振ってしまう。グレンパニッシュ、しゃがみ D に合わせてグリフレット、ラピッドキャンセル、タチ D がフォローしてくる。モルドレッド、ラピッドキャンセル、ジャンプ D 斜め写真当たらない。ジャンプ D の紋章ガードしてスレッジ、スレッジ距離を詰める。スレッジタチ、キックバックこれオーバードライブ、スレッジ、タチ B の空振ったところにタッチ差し返して勝利したな中本さんの S、 おめでとうございます。ちょっとワンチャンあったんですけどね、勝利したのは中本さんの S でございます。では次の試合、通行人 A さん対スサノオザワの10名お願いします。ということで再び実況が実況がいないので、ちょっと今日はね、アキラさんも確か体調があまりよろしくないということですね。セルフ今日はちょっとセルフあ、ゆうさんがセルフ兼ワイバーンさんが、はい、ごめんなさい、俺のカードを先に
はい、はい、再び昇進のワイバーンです。で次の試合が、佐野沢十兵衛 VS 通行人 A のニュー。つれー。この組み合わせは、まあ、ここでニューは死ぬっすよ。ワンダーどの子がタイプですか。あんまり試合やってないよね。あ、結構やってる。やってる。なんで、そうっすよ。なんか、八角水って死んだ。なるほど。これ以上はやるとこ。そう、やるとこっすね。これ以上はお互いにチームに。十分はやるとこ。人読みが発生しない程度に試合した。いやー、やっぱり第4位で4回。あ、コメントに。きつい。いやー、4位で4回。あ、でも、きついもんな。体感もちゃんとセットしてあるから。それでは参りましょう。小沢十兵衛 VS 通行人 A ニュー。安心しろ。しきりに第44回アークナマ特設会場を押していく小沢。アクションです。開幕ドライブが刺さってニューの試合運びになるか。これ見たことがある。空中投げからコンボを決めて、さあニュー側としては極力近寄らせたくないような動きですね。さあドライブと重力を設置して十兵衛を近寄らせたくない立ち回りだったんですが、ここで十兵衛が触る。固めに対してしっかり割り込んでニュー、これはいけるのか。完走できなかったが補正切りの形で空中投げを決めて1ラウンド目は通行人へのニュー。第2ラウンドは10米の攻めからゲームが始まるが、ランジシで締めて画面端を置く攻め、ジャンプエ中段からの投げからの、ここでコンボはミスってしまうが、チャレンジングからの 6B。 もうワンタッチ取れれば10米の勝ちなんだが、通行にどこまで粘るか。レガシーからコンボ落としてしまうが、さあノーマナードライブ決めて2ラウンド目取ったのは小沢の10米。しゃがみ B タイプ決めて置き攻め、ガード不能などを見せつけていく。バックステップ空中バックダッシュを決めてしきりに距離を離していきたいニューだが、ここで10米に捕まる。今後どこまで伸びるのか。ジャンプへの中段は立つ。さあやりますねと通行人 A を煽る小沢。さあ飛びにニューの前が引っかかって2400。バックダッシュからのステップ、しゃがみ B を決めて小沢の10米が勝利です。おめでとうございます。緊張した。本当かよ。緊張した。結構手汗やばいっすよ。殺意は体をこわばらせ、憎悪は視界を曇らせ。ふう、やっぱポンがねすごい気持ちいいので、ぜひ皆さんやってみてください。ゲーム全体でぜひ明日十兵衛触ってみてください。よろしくお願いします。では続いて、ヒニゼックのラムダ対ゼンさんのスサノオなんですが、ゼンさんいらっしゃいますか。ゼンさんは、あ、お願いします。じゃあそちらの台でお願いします。というわけでヒニゼックラムダ対神スサノオがここで登場。あ、椅子高かったりとかしたら下げてもらって大丈夫なんで。というわけでその辺は飛ばしていただきつつ、さあここでラムダ対スサノオですが、ここで本日の放送では初登場スサノオですね。
佐野は前 B が非常に圧のある変更を受けております。さらに6式、ぜひ6式をお願いします。ぜひ陸式を俺の代わりに、俺の代わりに。さあまずは前でご挨拶、じわじわ少しずつ竹髪を進めていくのがジェンさんのスサノオだが、確かに相手はシンガポール戦一シニゼック、簡単には死なないでしょう。さあブレイドチックル、ここは起き上がりを遅らせて置き攻めは回避していく。スパイク、さあ中段が通ってしゃがみ D と HD から高め当てでキャバリエにつないでいく。再びキャバリエから置き攻め、さあここはあえて受け止めてからノーカウントヒットからすかさず拾いに行くシニゼック、下段固めて固めて、 XC がジャンプして逃げていく。さあ神のスサノオ、神のスサノオじゃない、神からの立ち、ここで1式が3段階目になっているのでコンボがつながる。さあここは微妙なところだったんだが投げ飛んだ人、ここ花道が出てしまうか。さあ冷静に8式をカウンターヒットさせていく。さらにディストーションで切り返して勝利、リベル1は前さんのスタノが勝利。さあリベル2後ろに下がって前へ、テイクダッシュを通したのはシニゼックだったんだが起き上がりのしゃがみがヒットしている。スパイク前 D が空振っている、距離詰めて前に逃げる、バリアガードでしのいで前に出ていくシニゼック、立ち D で動きを止めつつ固めていく、立ち D で様子見、対空前へよく出ている、しゃがみ D から立ち D、後ろ D ジャンプ C から、ここはちょっとしまったか、ここは2式上円で切り返してここでバスト前 B、 しかしここはカラミティがカウントヒットなので拾えてコンボが伸びるが、ちょっと距離が近かったか、立ち A で刻んでいく。さあここのここは最後はスパーダで倒しきる。さあリベル3にもつれ込み、シニゼック対ゼンスサの 8D が引っかかってしまってなかなか難しい厳しい状況だが、対空の前やはりゼックよく上を見ている。ダウンを奪って下段中段キャバリエ前 C、 エクシーがシックル重ねて何か出ていたか、冷静にカウンターヒットからダッシュして繋いでいくシニゼック、キャバリエシックル熱波から立ち上げ、下段からの下段ファースト使って前へ、あジャンプシーが当たって、これはどうだ、ゼックがミスらなければどうだ、当たっている、勝利したのはシニゼック、おめでとうございます。陸式くんがお、というわけでですね、そうですね、お気づきになられた方はいらっしゃると思いますが、BGM がですね、今回のバージョン 2.0 のオープニングの楽曲になっておりますので、よくお気づきになられました。さあでは続いこれで、2回戦が全て終了しました。今のところですね、バトルプランの京さんの10ベイ、ヒロさんの田岡か、ギルガメシエネさんの10ベイ、三等家さんの10ベイ、ワイズマン遠藤白面、中本 S、スサノオザワ10ベイ、シニゼックラムダという感じになっております。ではこちらの8名で引き続きトーナメントの方を進めていきたいなと、直画頑張る、直画をちょっと見せたいところでございます。さあギリガか、ギリガを見せたいところでございます。ではでは続いての試合ですね、3回戦ベスト8ですね、バトルプランナー京さん対ヒロさんお願いします。というわけで10ベ対田岡かでございます、よろしくお願いします。この2キャラも一応開幕演出がある、一応つっちゃったけれども、開幕演出あるので一応飛ばさないようにお願いします。ほら無様に踊ってみせろ、
タオカカはなんて言うんだ。タオカカみんな嫌そうに言う。猫また。はい、これがなんと明日からゲーセンで聞けるということですね。公式ホームページには掲載させていただいておりますが、システムボイスの変更が適用されるのはネシカクロスライブ2版で遊んだ時のみとなっておりますので、ネシカ1版では変更されません。あらかじめご了承ください。よろしくお願いいたします。さあでは10ベタイタオカですね。猫の人強くなった顔を見せてやらな。仕方ない、相手をしてやるか。さあ、ジュベ対タオカカ猫対決。よし、打ち打ちカウンター。いい声のカウンターが響き渡りつつ、さあ先手を取っているのはヒロさんのタオカカなんだが、着地して崩して、まずは先手を握っているのはヒロタオカカ。猫にから斜め下し、ダウンを奪って置き攻め、猫っ飛びから中段は立ちガード。さあ逃げたいがどうする。猫飛び裏に回って、ここはバースト。さあ攻めのバーストからオーディアット、中段が通って、さらにアクティブフロー状態からのエキシダスにつなぎきる。帰ってきた。まだ体力は十分残っているがどうする。さあこの状況で裏に回って崩して、しっかりヘキサイチ猫の人直伝で崩す。勝利したのはヒーローさんのタオカカリベル2。さあ猫に最後もしいから斜め写真、猫1から近づいていく。画面端おにぎつね、中段でダメージを稼いでいく。さあレッグ交換が当たっている。若干コンボは多いものの、画面端十分ダメージを取っている。しゃがみを引っ掛けて、さあ拾いをちょっと見せてしまったか。すかさず位置を入れ替えつつ置き攻め、裏に回ってジャンプし、さらにもう一度画面端へ運び切り、さあどうする。前置き上がりが通って、前は地上でガードして、猫さん宝ぶったところにしゃがみで合わせたかったところだが、どうするこのゲージ。偽昇級の発動前に飛び込んで潰す。ヒロタオカか前 C からしゃがみ B 前 A から猫に、さあどうするガメージ大倉鶴組から空中でガードする。アストラル、さあ反撃はうまくいかなかったが出し切ってバックステップ、何かボタンを押している。バースト使う、ここでオーバードライブ切れて不動車レンジンカウンターヒットの文字、中段は立ちカード、しゃがみ A から冷静な反撃。ん、なんか配信の画面止まってる、配信の画面が、あーびっくりした。え、今 そこの画面大丈夫でした。今一瞬配信の画面がちょっと乱れたんですが、戻ったのでこのまま進行します。というわけで勝利したのはヒロさんのタオカカ、おめでとうございます。ちょっと一瞬ヒヤッとしましたが、大丈夫そうならこのまま行きますが、大丈夫、今のところは大丈夫。一旦カメラこっちに切り替えてもらっていい。顔が赤くなっている、勝ち上がり大騒ぎが映りつつ、今のところは大丈夫そうなので、うん、大丈夫、行きましょう。では続いての試合に移りたいと思います。というわけでギルガメッシュ N さん対サントーカさんの、サントーカさんの10ベお願いします。10ベ対10ベでお願いします。というわけで両者10ベ、1P 側がサントーカさんの10ベ、2P 側がギルガメッシュ N さんの10名です。さあということでステージはデュエルフィールド。
さあ BGM は同キャラ BGM まあ同キャラとはいえ、ジューベはかなりやプレイヤーによってかなりこう優先順位というかですね、立ち回りの優先順位が変わってる印象があるので、決して同キャラとはいえ動きが一緒にはならないかと思いますが、さあどうする。まず先手を取っているのは三等家さんのジューベ。ジャンプ B から鬼月の頭にかしゃがみ C から、しかし逆に置き攻めからの空投げは空振っている。衣装級さあラインを上げていくのは三等家さんの10秒。ここはジャンプした C からの指導に合わせてバーストを使う。中段は空中に逃げる。10秒のレバー前で C は中段判定の技となっておりますが、さあしゃがみ B から先に不動車レンジン発動したのは三等家さんの10秒。ダメ足前置きやかで通ってしゃがみピンの隙に合わせてジャンプし空中ヒット。ここでギルガメッシュ N さんの10米も駆動車レンジン状態で立ちが裏に出てしまった。カウンターサルトに切り返してダメ足立ち B がノーマルヒット。さあ知らぬ鋼を使いつつ立ち回っていくグータイクのジャンプ B 鬼狐まだ残っている。最後は中段の鬼狐。さあ続きといくか、いきましょう。リベル1の勝利したのは、ギルガメシエンさんの10米。最初の動画で触れてなかったのでここで補足させていただきますと、10米なんですけど、しゃがみの姿勢がですね、立ちとあまり変わらないという性能がありますので、これですね、今のもう全てしゃがみなので、これとかもしゃがみガードなんですが、あのタッチ状態もしゃがみ状態も絵柄的にはそんなに変わらないというのが特徴でございます。不動車レンジン、お互い不動車レンジン状態からのしゃがみビーで相手の突撃を止めていくが、どうする。知らぬい鋼による縦横無尽に駆け巡りつつ、さまだ体力残っているが、最後は裏に出てきてタッチ A で勝利。勝ち残ったのはギルガメッシュ N さんです。おめでとうございます。さあでは右上ですね、第3試合ですね、ワイズマン遠藤さんの白面対中本さんの S お願いします。誰にも譲る気はない。さあ遠藤さんが真夏モードで、さあ中本さんがいない、中本さんがいない、そこにいる中本さん、中本さん出番ですよ。というわけで白面対 S の試合をお願いします。遠藤さんはなぜか麦わら帽子を装備、どっから持ってきたんだ。おっと、これは遠藤さん応援部隊があっちリスクがある。そうですね、遠藤さんに負けてしまうと、まあ僕もまあクッキーおじさんに負けた時もそうでしたが、まあ、基本的にこう言われるので、本人が言ってますからさあしかし遠藤さんはね、そう、おこのひょうさん負けた時ひどかったもんなっていうコメントに関しては、これはあの結構子さんのあくらませですこのヒョウさんが遠藤さんに負けた時のアクラもすげえ前だと思います。ヘルさんいや、ちょコメントで出てきたからコメントでまだ覚えてる人がいるそんぐらい、あの松代まで残る松代まで残るぞ。さあどうするジャンプ B からさあモルドレッド中本です。おっと、しかし体育のしゃがみしは冷静だ。しかしおー、このグリフレットは相当弾力が強い。これをガードされた日にはえらいことになるんだが、普通にしゃがみ B が通ってボールスつけてグリフレット打っていく、グリフレット打っていく、めくりのジャンプ C はカウンターヒットの文字、立ち B 斜め写しガウェインで崩して、さあここは盤石、1ラウンド目は中本さんの勝利。さあリベル2、追い詰められるとっていうか、あの
あのね、あのね、勝てるかもとか勝てたら美味しいっていう思い込んじゃうと遠藤さんは急に立ち回りが貧弱になるんだが、いいね、それいいよ、それいいよ、その立ち入りに合わせて斜め写真発生の早い技を合わせるのは非常にいいんだが、固めに合わせてしっかり斜め写真を通していくのは非常によろしいぞ。さあ残鉄で叩き切りに行く、後ろ C は噛み合わない、ダッシュして投げ画面当たらない、あー立ちで位置入れ替えて、さあどうすんの、立ち、今の立ちが非常に怖いが、さあ画面端を一生背負わせるマン、バックステップにジャンプ C が当たってバースを使う、攻めのバースを残鉄は空中バリアガード、残鉄が当たって連下しゃがみ C から空中コンボ、わーっとかぶったぞ、何もしない武士道の男、お前のグリフレット俺が受け止めるぞと、しっかり何もせず待つ、自分はクーダジャンプ D を打つ、アストラルアマンチで吹き入れるワイズマインド、勝利したのは中本さんのエスおめでとうございます。さあでは3回戦最終試合ですね、スサノオザワ対シニゼック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 三騎士、あ俺もその力は青に届きうる、私の使命に従い、シンガポールで小沢くんがゼックに勝ってるところはあんまり見てないんだけど、ノジアイデア勝ってどの子がタイプですの。さあというわけでスサノオザワかっこジューベイの小沢と、シニゼックのラムダ。さあ先ほどはニューだったが今度はラムダ、同じような立ち回りが通用するのか。ここまで勝つと思ってなかったからな。さあここまで勝つと思ってなかったって小沢言ってますけど、急に勝ちたくなってきたんだよな、勝ちたがり、あ勝ちたい、さあこれ勝ちたい欲が出てきた、勝ちたがり小沢の勝ちたがりが忘れてた、あの感覚がアクションですさあというわけで開幕元気なランジシを空振りして 3C からのスパイク、 6B は立てなくて画面端、 6C が外してしまいそのまま10米のコンボに切り替わる、偽証券の玉を攻めからやはりジャンプへの中断が見えないですね。さあ中断したからのラピッドキャンセルを見てからシニゼックバーストで切り返す、体力状況としては五分ですね。どうなる、シックル置き攻めはディレイ置き上がりで回避、まだ死なない、画面端おもむろの中段をヒットさせてチャレンジンから最後はやっぱり声ジャンプへ中段決めて小沢10米1ラウンド、勝ちたいしか言ってない。さあ第2ラウンド、さあ前の中段が冴えているシニゼック、エリアル決めて6攻め、チャバリエが当たってしまいどこまで伸びるのか、さあミスってくれという願い届かず画面端の置き攻めが続く、シックル粘れるのか、バーストは我慢、どうなるどうなる、最後は足払い引っかかってシニゼックラムダ2ラウンド、最終ラウンド、5C 3C かけるを3とカードしてますね。 2C タイプ冴えたんですがシニゼックの前も負けてないですね。こうなると10名結構辛いか、
前 B じゃないな、多分 8B か。がランジシで締めて中央。ラピッドキャンセルでダメージを伸ばして画面足、コンボは落としてしまうがバーストで画面端維持。結構痛いんじゃないか。さあどうなる。これは決まってしまうか。最後は前 C からキャバリエ決めてシニゼックラムダの勝利です。おめでとうございます。いやさすがゼックや。いやさすがゼックや。というわけで勝利したなシニゼック。さあでは、このままベスト4の試合いっちゃいますか。ではですね、バトルプラン、じゃあこれ終わったわ、すいません。ヒロさんのタオカカ対、ギルガメシエヌさんの10名の試合お願いします。準決勝ですね。これは猫が勝ちますな。じゃあ画面を切り替えていただいて、いやあそこのクーダー我慢したんだけどな。前まさか地上でカウンターヒット取られるとは思わなかったな。最終ラウンドの真ん中ぐらいの反省会、酒をくれ。というわけで、準決勝タオカカ対ジューベの試合お願いします。ヒロさんのタオカカ対ギルガメシュヌさんのジューベですね。仕方ない、相手をしてやるか。失礼。さあではこれ準決勝でございます。まずはリベル1、まずは下がって様子にする。おっぱいギルガメシュヌさんしっかりシュータイクがダメージを取っていく。裏に回ってダッシュを暴発させたか。前 C が当たってここはバスト。さあガード固めて、さあ今回ギリギリガードを成功した時のヒートゲージ増加量が増えているので、ギリギリガード頑張れば頑張るほど恩恵はでかいんだが、それはまた後のお話。まずはタオカカ対ジュベ、どちらもね攻めが苛烈なのでギリギリガードする余裕はなかなか難しいか。拾いは若干見つけてしまって猫に当たっている。体力リードはヒロタオカカだがまだまだ分からないこの試合。しっかり拾い直して金橋ジャンプしたし、クー投げ、立ち火空振ってしまう。下髪に立ち火に合わせてカウンターサルト、前にダッシュ、ランジしよう、出してからの不動車レンジン。今不動車レンジンに関してはおそらくガードさえさせていれば着地の部分で不動車レンジンにキャンセルをかけて、まあ、気を減らしつつ攻め立てることができるので、かなり不動車レンジの有効的な使い方の一例なんじゃないかと思いますが、リベル2ジャンプ B 空中カウンターから、さあここは画面端に背負わせて烈光さんから拾い直すが、しゃがみ AAA でバーストを使わせ、投げは空振り、空中逃げている。カウンターサルト、画面端から逃したくないところだが、決勝でゼックが待ってると言わんばかりのヒーローターオーカーか。決勝がまさかのシンガポール戦になる可能性もなきにしもあらずといったところからの猫に画面端、前転起き上がりからカウンターサルト中断。しかしここは追撃が補正切り気味に入って、プロヒョウからチャームシーから鬼ですね、立ち火立ち千住豪雪なるフィニッシュ。勝利したのはギルガメシュヌさんの10名、おめでとうございます。というわけで決勝先に足を進めたのはギルガメシュヌさんの10名、反対側のブロック決勝に上がるのはどちらか。というわけで中本さん対シニゼックラムダ、準備の方お願いします。ゼック、さあ今回ばかりはゼックを応援するぞ。あ、違う違う違う、中本さんです、中本さんです、まだです、まだです。いやいや違いますよ、どうしたんですか。大丈夫ですよ、中本さんがここです。
ゼックここです。これ準決勝です。さあゼック、なんでそういうこと言うのよ。それ俺の時に言って。その多分負けると思います。俺の時だってよ。自信ないね。急にそんなコテコテのなんかこう中国人のやつやめてる。自信ないあるね。そんなニコニコされても、そんなすげえニコニコされても、めっちゃニコニコしてるやん。さあゼックどうした、お酒を飲んでいるのか。酒飲みません。さあこのゼック、まずはブルーノが直撃して先手を取っているのは中本さんのエス。パチリ対空がさえ渡り、さあこの辺りはゼックさすがといったところだが、スパイクマイディガードさせて地上に引きずり下ろす、中段で崩してゼックのターンが続く。さあラムダといえばゲートウェイトゥブレイブルーでのマイスター選手の活躍も目覚ましかったが、シニゼックここは負けてはいない。バート使ってグリフレットがギリギリ届いて、タチリーからコンボつないでいく中本さんの S。 マイシーグリフレット感があったけども、オーディアスはエキシラクルヒットしてるが、これどうだ、足りる。1ラウンド目勝利は中本さん、リベル2。まずは空中ダッシュからの投げ、ゼックのやつ、ヤバリエしゃがみに立ち入り、ダウンを奪って、さあ地上に引きずり下ろして、エクシーがカウンターヒット、すかさずキャバリエ。さあちょっと拾いは若干安かった気もするが、構わず攻め立てるゼック。しかしここは中本さんが空中ダッシュから裏に回ってボールス使って必殺技を強化しつつ、マイディからジャンプし、さあちょっとミスしまった、逆にゼックのターンになる、ラピッドキャンセル使ってコンボを伸ばしていく。キャバリエからしゃがみにからマイディ空中コムつないでバックステップ、ジャンプシーがカウンターヒット、しゃがみぐらいなのでマイディがつながるが、ジャンプシーがヒットしてここはバースト使う、グリフは空振って、しかしさあしっかり避けて冷静に反撃、グリフレットを空振らせる。これで1-1、リベル3。さあキャラに対する対応だけではなく相手の立ち回りに対しても対応してきたゼック。さあリベル3どうする、しゃがみへで暴れてブレイドからシックル当たっている、ブレイド送らせて受け身をして、シックルは避けているがゼックのターンが続く、下がって下がって前に出る、ジャンプシーカウンターヒット、タチビーが当たっている、画面端タチビー前へ、前シーからシックルキャバリエ、シックルかぶせてグリフレットまだ打つ、ガードしてラピッドキャンセルを使う、空中ヒットリアス積んで斜め下シーカウンターヒットなのでスパイクがつながってバスト使う、グー投げー、勝利したのはシニゼックのラムダ、おめでとうございます。さあというわけで決勝戦が、まあ、やってまいりましたということで、決勝残っているのはギルガメッシュ N さんのジューベ、対するはシニゼックラムダ、こちらの両名での決勝となって、極めて不利？まだ分かんないよ。まだ分かんないよ。え？あ、そうなの？のじ合いで負けてる。ずっと負けてます。のじ合いでは負けている相手だが、どうするゼック。というわけで、まあすかさず決勝いっちゃいましょうか。というわけで、ワンピー側がシニゼック、キャラクターラムダ、対するはツーピー側ギルガメッシュ N さん、キャラクターはジューベ、ゲートウェイトゥーブレイブルー。皆さんお疲れ様でございました。ゲートウェイトゥブレイブル、ご協力いただいた店舗の方々、そして選手の皆様、本当にお疲れ様でございましたっていうのを触れつつね、触れつつラムダが、ちなみにゲートウェイトゥブレイブル、優勝、マイスター選手のラムダが優勝したんですが、こちらのアークラマでもラムダが優勝するのか、ラムダの時代が来ているのか、はたまた10名の時代が来るのか。さあバージョン 2.0 初のトーナメント優勝するのはどちらのキャラクターか、10名対ラムダ、
試合の方見てまいりましょう。安心しろ、命までは取らない。さあでは注目の決勝戦お願いいたします。まずは開幕しゃがみ B で相手のダッシュを止めるが、斜め親しいの2段目がたまたヒット、ここはチェック、たまらずバスト、しゃがみ A がヒットしてバックステップで避けていく。対空の前 A が速いが、ここはしかしジューベが普通のジャンプを選択していが、チクルッタチ、しゃがみ C から立ち D からのスパイク、スパイクスパイク、下がったところで後ろ D を打っていく。バックステップで回避しつつ斜め越しから鉄鋼山、中段の前 C がバックステップに引っかかっている。すかさず不動車レンジン発動して有利な状況を作っていく。ギルガメシエルさんの10名受け身を取れなかったところにしゃがみが当たっている。両者相打ちからしゃがみへです。相手のジャンプ攻撃を空振らせようと思ったんだが、さあ1ラウンド目はギルガメッシュ N さんが勝利していく。まずは優勝に王手をかけるはギルガメッシュ N さんのジュベ。ジベル2はどうする、ゼック、まずは FC が立ち D に合わせて空中ダッシュ、バックステップからのダッシュでしゃがみ B をねじ込むギルガメッシュ N さん。その場起き上がりは許さない。ランジしから画面足動けなくなったところでしゃがみ B がヒット、キャバリーが当たっている。うまく拾えないがダメージ十分、しっかりしゃがみ B で相手の動きを止めて、この辺りの対応力ゼックさすがといったところ。エキシーガからシックローキ攻め甘んじて受け入れつつ受け身を取ってジャンプしたし、不動車レンジンから鉄鋼山からの空調というわけで、第44回アクナマ優勝はギルガメッシュ N さんでした。おめでとうございます。というわけでアークナマには珍しく新キャラが優勝するという珍しい結果となりました。というわけでギルガメッシュ N さんと、住所のシニゼックこちらにお越しください。お願いします。じゃあカメラの方こちらに切り替えていただいて、じゃあゼックゼックゼックは顔出し OK だから、まあ普通に。というわけでゼック住所の商品があります。というわけで住所、こちらのですね、あの10米関連のものを探したんだら見つからなくてですね、この10名の武器武蔵に近いなんか532っていうのがあったのでこの武蔵に似てる532を武蔵武蔵惜しいという意味での2位でこの532をゼックにプレゼント、おめでとうございます。おめでとうございますゼック、おめでとうございます。あ、なんか感想あればきついきつい、頑張れゼック明日からゲームセンターで遊んでくれ。というわけでゼックありがとうございました。で優勝したギルガメッシュ N さんは顔出しはちょっと多分 NG なので、優勝商品こちらです。こちらはあのそのまま武蔵そのもの、武蔵漢字じゃないけど、武蔵漢字じゃないや、あの634じゃないけど武蔵。というわけでこちらのね、武蔵をプレゼントさせていただきます。というわけで10名にあやかって武蔵で、こちらは1位の商品となっております。あ、ものすごいいいところで優勝誰、優勝はそこのギルガメッシュ N さんです。おいふざけんなよ、お前ふざけんなさあ森さんからのふざけんなよ、頑張ったろ。さあいやでも新キャラが優勝したんであれしましょう、はい、あれしましょう。お疲れ様です。おはようす。あ、はいはい、いや別に遊んでたわけじゃないんだけど遊んでたわけじゃないんだけど遊んでたわけじゃないんだけど、なんですかその号外、その号外は。いやちょっとあのほら横浜アリーナでね、いろいろあったんで。そうなんですよ、実はこの裏で実はストーカーライブさんが放送しているということでですね、はい、私戦々恐々としておりますあ、そうなんです。そうか、そうなんです。裏で磯村さんとかが、そっちと梶田さんが、梶田さんが実は放送しているという、頑張っていらっしゃる。みんな2ゲしてくれてるかな。あ、もちろん2ゲ面、みんな2ゲ面、はい、2画面でお願いします。あ、皆さんお久しぶりでございます。お久しぶりでございます。ちょっとアークナマにお顔出しはちょっと久しぶりですね。あ、まあ How to Enjoy Evo のエボの最終回で、あ、そうですね、エボ回の時は何これね、すごかったの。光るんですか。いや光るんだけど、あ、光った。なんだろう、僕らが色を変えなくてもいいのよ。あ、なるほど、コンピューター制御で勝手に変わってくれる。そうそうそう、勝手に買ってくれるっていうやつなんですけど。ハイテク。はい、みんな BB タックよろしくね、だから。BB タックよろしく。え、あ、自己紹介。あ、自己紹介、あ、その森です。ありがとうございます。ありがとうございます。プロデューサーやっております。みんな、そんな話はいいんだよ。はい。ひどい。いや、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、で、あ、優勝は、優勝はあのギルガメッシュ N さんで、こちらの武蔵を
そのまんまです。俺が大好き武蔵じゃないですか。好きなんですか。大好きですよ。あ、そうだったんですか、この武蔵を。あの何回ガチャ回したか覚えてないぐらい。そういうもう NO 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 FGO NO FGO そうじゃなかった。あ、危ない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 。武蔵いいですね、はい、これをプレゼントしますので。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。おいおいん、顔はダメ、はい、顔はダメなんで。だからおめでとうございます。じゃあおめでとうございます。外からもらってください。外からもらってください。あ、森さんからじゃあ。あ、ギルガメシじゃないの、これ。これです。お前が優勝かよダメだろ、どう考えたって もっとダメになっちゃった。もっと生き取って、もっと生き取って。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、というわけで。そりゃゼックも負けるわな。まあまあまあ、はい、いやでもゼック前線したんですけどね。あ、そうなんですよ。僕、はい、実は途中ちょろちょろ見てたんですよ。あ、そうなんですか。はい、あの遠藤さんがすごい上まで行ってて。そう、遠藤さんがここです。そう、アキラを倒し、アキラを倒し、ジュベを2連続で投げ倒してた。ジュベが、はい、ジュベじゃねえ、白面が、はい、これは見てたのよ。あ、なんか名前、ね、いいですよ。中本さん、いいん、中本さんは向こうに。あ、いや、これ本名じゃないです。これラーメン屋です。あ、ラーメン屋か。なるほど、そういうことか。彼が好きなラーメン屋です。あ、なるほど、はい、いや、あのお前があの遠藤に勝ったところ見てたよっていう。あ、ダメです。はい、頑張りました。はい、お疲れ様です。はい、いやいやいや、というわけで明日からブレイブルセントラルディクションバージョンアップということで、バージョン 2.0 稼働となります。やったー。皆さんぜひ、どうですかね、皆さん、遊んでいただければ。ジューベ、僕はものすごく楽しく遊んでましたよ。あのスサノオで出ようと思ったんですけど、ジューベちょっと触ったら楽しすぎて、はい、最初スサノオ沢っていう名前で、はい、スサノオ使って出ようと思ったんですけど、ジューベが楽しいんで、ジューベにキャラ替えして、はい、スサノオ沢かっこジューベ、このまま出ました、はい、もう君らが普通に楽しんでたね。もういや、本当にジューベは面白いです。いや、そうですね、あの僕もちょっといじってみて、あ、すげえ面白い、はい、こいつと思って。これはね、もう手前味噌ですけど、はい、本当にジューベ面白いので、ぜひ皆さんゲームセンターで触ってみていただければ。そうですね、ぜひ明日、うん、あのちょうど今夏休みなんで、うん、あのね、明日から朝からでも行ける方いっぱいいらっしゃるかなと思いますので、はい、ぜひ朝から触っていただければ嬉しいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。結構その今までのブレイブルキャラクターとはちょっと違った操作感というかですね、結構移動だけでもかなり特殊な要素が、そうだ、ね、多いので、特にあのなんかディストーション発動した時、はい、あれすごい気持ちいいですよね、はい、気持ちいい必殺技が揃っておりますので、はい、パンパンパンという感じで、はいはい、で先ほど、生放送で公開させていただきましたジューベのバトルスタイル紹介動画、はい、あちらがもうすでに、なんとニコニコ&YouTube で公開中でございます。おお、これ出てる、これなんと上に URL を用意してくれている。 URL 今準備中ということで。いやいや、あ、出てない。そう、さっき上がってた、あ、見ていただければなと思います、はい、というわけでね、これを、今日の、ね、夜見ていただいて、明日からのゲームセンターでのプレイに備えていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。という感じです。はい、普通の報道での本当久しぶり、僕確かに、はい、あまりひどいこと言うから出ちゃダメっていうふうに言われて、いやいや、あの我々がね、ヒヤッとしますから、森さんがね、こうポロリをしそうなの。え、ヒヤヒヤ。いや、ポロリは僕はいつもしてないじゃないですか。ポロリしていただいても大丈夫なんですけどね。あ、そうですか。あ、じゃ あのタック次何のキャラが出るかって。わー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 、今のところまだ発表全然、情報がまだね。今見てる人はモヤモヤしてると思うんで。そうですね、クロスタックすごい頑張って作ってますので。動画が上に出た、 URL が出た、お願いします、お願いします。いやー、すごい良かったですよ、ペルソナ。そっちですか。はい、ね、これ座席ですか。いや、座席じゃないです、これだから要は声優番号でしょ。なるほど、はい、いやー、もうね、このペルソナのキャラクターも出るクロスタックバトル、クロスタックの言い過ぎ？いやいや、大丈夫です。クロスタックバトルをよろしくということで。はい、そうですね、はい、まあ、けどその前にセントラルフィクション、はい、セントラルフィクションの、アーケードのちょっとこう、うん、まあ生な話になりますが、インカムがニューって上がってくんないと、あのいろんなところにがね、ちょっとギュッとしなきゃいけなくなっちゃうので、皆さんよろしければぜひアーケードに行って、ちょっとコインを投入していただけると私たちのプラスになりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ね、別に考えようよ、10連回せばはるかに安いんだから。ちょっと10連の話やめましょう。はい、すいません、そのこうガチャガチャの話をちょっと、はい、置いといて、置いといて、まずは明日のアーケードよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、本日のトーナメント以上なんですけど、はい、一応枠自体は11時まで抑えてあるので、皆様の、円滑な進行により、なんと終わらせることができましたので、この後エキシビションマッチできればやりたいんですが、はい、まあできれば今のトーナメントで出てないキャラクターなんかを使って
てやりたいなと思いますが、はい、急に俺が言い出したんで、今俺が急に言い出したんですが、ご協力いただける方ぜひお願いしますというわけで、まず僕は響きを使いたいなと思っておりますが、はい、今俺と目を合わせようとしない、メールでも来たのでね、はい、あそこにほらその赤いシャツ着てるリーダーいるじゃん、ね、ありした、はい、バトルパンダ京さんが、そう、彼さっきから俺と目を合わせようとしないんですよ、あ、そうですね、そんな感じでコメントでいただいても全然、あ、そうですね、はい、誰と誰を戦わせたい、もう勝っちゃったやつもいるかもしれないんで、スサノオの6式見たいっていうコメントがあるので、まあ、僕もスサノオなんとか頑張っていきたいなと思っております、はい、バレット使い、バレット今回のバージョンアップでのゆぐちさんがまだ触ってないんですよ。ワイバーンが、ワイバーンさんはカグラにちょっとお熱だったんで。あ、そうね。やっぱね、なんだかんだ言ってワイバーンカグラ大好きなんですよ。そうですね。はい。そうですねとか。ちょっとじゃあ、いいとこなかった誰？まあもう一回カグラでもう大丈夫ですし、はい、あとナオト見たいっていう方もいらっしゃいますかね。僕ナオト全然使えないです。ナオトはほらKさんがだって本職じゃないですか。はい、なるほどなるほど。はい。まあじゃあちょっと、じゃあ、まあ、ただ僕行きます、行ってきます、え、まず実況してくんなきゃ困るんで、俺でもバトルプランナー京さん、多分あでも響き触れる人はそこにいるわ、ナオト響きお願いしてもいいですか、はい、響きお願いします、あとナオトが見たいってバトルプランナー京さんでいいんじゃない、うん、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、雑だろお前いやもともとナオトで出る予定だったし、はい、あれ予定だったっけ、うん、予定でしたよね、はい、というわけで、じゃあナオト対響きで試合の方お願いします、いやー、それでも あと、はい、行ったとは思うんですけど、はい、今週末にほら全為祭りありますっていうのが、はい、岐阜ですよね、はい、岐阜の方であるじゃないですか、はいはい、なぜかあれ私も行く羽目になっておりまして、羽目って言わないでください、羽目って言わないでください行かせていただく、行かせていただく、お邪魔させていただくだってさ、おかしくね、はい、アークのイベントでのになぜかサイバーコネクト2のイベントでのうちのイベントでは確かにさっき説明させていただいたところには森さんのワードが一切出てこなかったんですよ、はい、なぜか俺サイバーコネクト2のイベントに出るんで、はいはい、わけわかんねえ、サイバーコネクト2さん主催の、6日の10時からのステージに森さんが登壇予定ですので、はい、森さんを一目拝みたいという方はぜひ、そうですよ、6日は10時のステージを見にいただけられるので、だってさ、その後に俺のお話がある、あれどちら様でしょう、時間はかぶってない、サイバーコーデックスの社長と、はい、日本一の社長と、はい、俺だぜ、はい、おかしくねこれ、社長&井岡さんはこの日はわからない、あのね、一応いるっぽいんだけど、はい、出たくないと言いますよ僕は、響きの空中断焼却からのミサゴクダキ、これですね、空中の空対空からでもミサゴクダキを使ってね、ダウンを奪ったりとか今後伸ばしたりとかができるようになりました、空対空からのリターンが上がっている感じですね、空中断焼却がなかなかおしゃれで、かつナオトもバニシングファングレイドが、タッチヒットでもつながるようになってるので、うん、森さんこれはやったぜ、これはチャンスですよ、はい、いつもバニシングファングまで止まってたから、いや、すいません、ちょっとあんま関係ないかもしれない、はい、これですバニシングファングレイドが発生が入るんですよ、やったぜ、打ち上げるアッパーあれね、これこれ違うやつだ、あ、ごめんさあ、バトルパンダ京さんのごめんが出てしまった、これはまずい、さらに空中総翼戦ですね、今のは響きの、新要素、空中総翼戦からのラピッドキャンセルして崩していく、あれ、ナオト、もしかしてアバー強くなってないの、いやいやいや、そんなことないそんなことない、森さん、森さん、さあ、森さんからの、難しいから、マイ BB、前へ、はい、ナオト、はい、最近一生懸命ちょっと練習しましてるんで、僕、この辺ちょっと対戦して、あれですよ、まさか森さんがバニシングファングレイドまで出せるとは。おい、いつもなんか見てるとバニシングファングシーンみたいなバニシングファングスッて森さんはバニシングファングレイド練習したんですか、ちょっと練習します、さすが、はい、繋がってない、森ピーは挑戦の全てを知ってるはず、知るわけねえだろ、知るわけねえだろさあ、だからちょっといく、いや、読みはしてますよちゃんと、変更点どこで見れる、変更点はブレイブルセントラルフィクションの公式ホームページのアーケード版の方のページにて公開しておりますのでね、はい、PDF でリストを公開しておりますので、そちらの方見てみてください、お願いします、あと一応僕のツイッターでも固定はして、あ、これ今あれだ、大谷に固定しちゃってるんだ、あ、なるほど、はい、公式ホームページにアクセスしていただければ見れるかなと思います、この間まで10秒で変更点が固定したんですよね、さあ攻めが軽くなるんですよ今回の響き、さあ
残照脚が横方向に長くなって、さちょっとどうした、配信の方がちょっと遅れてる気がする。配信大丈夫、試合の方は問題ないんですが、あ、止まった、映像の方が止まってる気がする。ただゲーム内の筐体の方はしっかり動いている。動いた動いた。これ映像の方の収録の方が、配信機器の方が止まってる。試合は終わった、ああ動いた、気がついたらなおさんが勝った。ゲームの方には影響ない。わーっと、うちのもううちの環境がやばい気がする。このタイミングで遅れているが、ゲーム画面には影響がない。なぜなら2人とも対戦して、さあ動き出した、時が動き出して、さあ何かが影響している気がするが、大丈夫そうなのでこのまま進行している。空中総力戦ラピッドキャンセルから 8DB しゃがみ B から、さあ横に長くなった残暑結構使っていく。このタイミングっていうのが気になるけれど、急に人が増えたか。さあ近いのからマイビーバニシングファング、最初のやつの上にあるドロップドっていうところを行ったみたいな。ドロップド、あーっと、ニサゴを砕いてフィニッシュ。勝利したのはサントーカさんの響き、おめでとうございます。ちょっと待って、ナオト負けちゃったよ。それはそのバトルの教さんがあれがあれしてる感じ。あんまいいとこ、あれあれ明日のどの日、あーなるほど深いなるほど深い、明日の、明日の楽しみですね、これは。モリピー見せてくれよっていうのがあります。やだ森さん対ワイズマンエンドっていう、いやいやいや夢のカード、いやそれはほら夢のカード、いやそれはあ、取っとく、そうあれほら取っときます、でも取っとかなきゃいけないんで、はい、あ、了解しました。そうです、そうです、あんのかな、わかんない何に取っとくのかわかんないけど、あ、全タメ、全タメじゃ、いや全タメはお前国を組んだろ、お前はじゃあ次、じゃあどうぞ、じゃあ次のカードを、僕一回ちょっとあの、はい、席戻んなきゃいけないんで、あ、承知しました、はい、あ、お疲れ様でした、じゃあ一回カメラこっちに戻してもらっていい、はい、というわけで、じゃあ森さんお疲れ様でした。皆さんに、見ている皆さんに一言 お願いします。明日から、8月、明日は3日か、3日から、あの、はい、ジューベイが稼働いたしますので、ぜひアーケードの方で遊んでいただければ嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで、あとちょっとまた戻ってくるよ。あー、了解です、はい、だってすぐ僕、はい、僕はい、僕そこだから、はい、じゃあまた後で。さあ、ということで、配信の方は大丈夫そう。まあ引き続き動いているので、このままいきましょう。エキシビションマッチの続き、むしろやりたい人とかリベンジやりたい人いれば、いればみお、ワンダー君がやりたい、誰とやりたい、リベンジ、ああ、リベンジ、あ、じゃあワンダー君のエース対、じゃあ通行人 A さん、これは完全にリベンジ申し込みですね。あ、これはタイミングいいんじゃないか。これですね、ブレイブルセントラルフィクションバージョン 2.0 の、熱視覚ロスライブ2版は、再戦機能がつきました。店舗内対戦、全国対戦ともにですね、1回対戦終了後に、同じ相手に1クレジット追加、購入することによってですね、再戦することができますので、まあ、1回負けた相手にもう一度持ち込むことができるようになりましたので、ぜひよろしくお願いします。ただし、店舗内対戦、全国対戦ともに連勝制限10回という制限がございますので、こちらに関しましてはあらかじめご了承ください。カードがなしだと3連勝まで、カードを使っていると10連勝までの制限となっております。なので、まあ10回まではもう挑んで挑んで挑んでやっていっても大丈夫ということでございます。連勝制限に相手が到達した場合は、再戦は申し込みません、申し込めませんので、あらかじめご了承ください。よろしくお願いします。というわけで、これは完全に、これは支援のニュー対 S、 通行人 A 対ワンダー S をお願いします。再戦に関しては、キャラクターはそのままですね。再戦した側、された側、どちらも同じキャラクターと同じボタン配置、カラー等々になっております。あれあれ P で勝ってる。さあ、
リベンジ成功か。1ラウンド目はワンダー君が勝利。さあリベル2、さあ対空の 8A からうまくつないでいくワンダー君。さあ前に起き上がりはしっかりとがめて距離を詰めていく。間に合ってる。 8E に合わせてジャンプがギリギリ間に合って、モールドレッドから前へ、 C ここはバスト 8DD からジャンプ D から 8DD からシックル、後ろ D はしっかり立ちガード。しかし続くシックルがしゃがみガードしないといけない。ここで OD 発動から、よく見てた、しっかりしてる。最後は対空の立ち火、リベンジ成功。勝利したのはワンダー君の S、 おめでとうございます。さあ気持ちよくなったところで、でですね、イザナミを見たいという方とかも何人かいらっしゃるんですけど、イザナミいけますか。じゃあイザナミお願いします。対するはどうしようかな。あ、じゃあゼックラムダか。ラムダでも準優勝したしな。でも俺あ、9いけます。あ、じゃあ9でお願いします。というわけで、ワイバン井口さんが9でいくとのことでございます。というわけで、イザナミ対9ですね。ミュー使いはもう帰っちゃったんじゃないかな。12ミュー使いが帰ってしまった。というわけで、イザナミ対ナインですね。さあ、というわけでナイン対イザナミでございます。お、なんと上に変更点まとめがアップされている。素晴らしい。変更点が気になる方は上の URL をクリックしていただければなと思います。よろしくお願いします。エキサクル、まずは切り返して、さあ今のカウンターは変更点にあった派生ステップが非カウンター判定になった影響かと思われますが、派生ステップステップから無重の盾残っている。しかしここでデンジャー冬を駆使しつつ固めていく。三等家さんのイザナミ B 到来から立ち火が間に合わず、ラックスナッチャーで切り返す。さあワイバイミさんが9の変更点をどれだけ見せていけるかといったところですか。ヘリオドール君をさあアドバイスがありつつの、ヘリクラッシュトリガー使って中央伸ばしていく。三等家さんのイザナミブラックスナッチャーを絡ませて中段前 B で崩す。さあ1ラウンド目勝利したのは三等家さんのイザナミ。さあリベル2開幕、斜め下 C からのコーラル、アメジストが当たっている。セレスからあれはギリギリ範囲外か。さあ、クンサイトを見せつつ、エリオドールは攻撃判定を持つようになったということで、今当たっているが、1シラスル切り返して、さあまずは一旦立ち回りに戻る形。レイダーラピッドキャンセルからつないでいく。ワイバン井口さんの9、後ろに起き上がりを選択して、エリオドールでめくりを狙いつつ勝利したのはワイバン井口さん。さあリベル3、しゃがみに空振って、しかし再びしゃがみにで崩してオーバードライブ発動、ステップで位置を入れ替えつつ画面中央へ、浮遊解除してからのジャンプ B で触っていく。クンサイトから拾い直して、アンドラライトは即発生。ヤサカニのマガタマ飛ばしつつ
数十の盾がついているので無理はしない。しかしここでデンジャー状態、なんとか触りたいナイン側だが、ここでステップをうまく噛み合わせて触っていく場合は井口さんのナイン。さあフェア伊藤木攻め、上りジャンプ A か、当たっている。非常に引きずり下ろして凍らせて、あのパースオーディ発動、エリオドール。さあエリオドールが消えてしまったが、どうする。前火がラピッドキャンセル、前 C からドライブ展開して下段で崩す。ここはバスト、ネイビー当たっている。両者体力かなり際どいところ、無重の盾発動。さあここは無重の盾ついている B 刀ライで突っ込んでいく。勝利したのは三刀家さんのイザナミ、おめでとうございます。ジェックが変更点を確認している。12はね、元先12はね、トツカが発生早くなってます。そして世界を解放に至らせる唯一の手段は、バレット湯口神楽が見たい。湯口神楽見たい。予定調和に幕を下ろそうぞ。じゃあ俺スサ、どうしようかな。俺スサノを使いたい気もするので、スサノ、じゃあ俺スサノやります。いくぜ。じゃあ誰か、でも通行人さ、俺のいやナインも練習しないとダメだな。確か前の頭かなんかで俺ニュース悪いよ。エッサノーザワは通行人 A をして、お酒が飲みたい。確かに。いやありがたい。いやあ、スサノオの歌手ちょっといい音見てみたい。無様にあがき、無様に死ね。あ、お疲れ様です。まい。第一試合スサノオ対ニュー。ノーマイド。スサノーが一体どこら辺変わったのかまだ把握してないんですが、ガンダッシュをニューのドライブがとがめる形。スサノー、あ、なるほど、スサノー 6D の、膠着が減ったのかな、強くなったという。なるほど、全体的に硬直が減った感じですね。さあ試合は続いてますが、今回神楽どうです。ジャンビーカウントをヒットしたけど攻撃ができず、さあ体力状況どうだか、どうなる。重力マッチ使いは深くないニューの形。さあここら辺初速が遅い可能性がきついですね。さあ解放状況は1-6-7 6B カウンターヒットしたけど、さあ最後絶勝で締めてスサノオザは1ラウンド、第2ラウンド。ニューのドライブの隙を見てダッシュで近づいた小沢だが、ここを、しのぐ。そこに、さあジャンプキャンセル絡めてできるだけ接近戦は仕掛けたくない形。バースト拒否。6CD からの残酷を決めるがしのがれる小沢。さあここまでの大ダメージはないものの、ニュー有利の状況が続く。
レガシーからさあこのまま小沢スパノーの調整点を見せれないまま死んでしまうのか。さあ先ほどと同じように開けているのは6式と7式、何かしら見せたい動きがある模様。ゾンビ普通に食らってどうなる。時間がないけど空中ダッシュからの絶唱したかったがドライブでとがめられて第2ラウンドは通行人 A のニュー。最初ラウンドジェックか空投げからのコンボ決めて2800。かっこいい、何これどういうこと。決めた本人が何これって言いながら 6B ヒットからのあーって今のは王人展開。なんでなんでなんだ、なんでなんだ。さあ何を見せたいかは正直私分かってるんですが、それを見せれないまま終わりそう。これ流し気当たっても無理でしょ。さあ何か気づいたが、それを実践できないまま死んでしまいそうな気がする。なんでなんでやらせてくれないんだ。見てくれ、こう見て。あ、確かに確かに、見て見て見て。さあ皆さん気づくでしょうか、このアストラルのヒット演出、ダメージがすごいことになっております。というわけでこれは多分調整点、調整変更点まとめには載ってないやつ、載ってないやつ。というわけで、あ、そうか、システムのところに一部キャラクターの演出をうんぬんかんぬんがあったんです。そう、実は演出が変わってます。スサノオはその対象ということで、あ、見せれた、見せれたけど、小沢さんもおっしゃする、俺の見せたかったらこれじゃないんだよ。ヒントは7と6 ヒントは7と6 ヒントは7と6なんで、ぜひぜひ7と6が、ヒントは7と6。これ俺のですか、こっち俺の。あ、それ小沢君。あ、ゼックゼックさあ、何事もなかったかのように再び筐体に座る小沢。さあ先ほど小沢が言ってた7式と6式を組み合わせた新しい動きを今回見せれるのか。と思ったらスサノオじゃねえ。確かに先ほどの遠藤白面ではまだ見せてない動きあると思うので、それを小沢スサノオじゃない小沢白面が見せてくれる。そうだぜ、ミュウ使えるんですね。必要な下段を狙っていくゼックミュウ。ドライブは空振りして小沢さんが調整点を見せれるのか。このコンボ前も前バージョン結構動けますね。第2ラウンド、さあ今変更点でやったけど、さあ戻ったかな。
さあ一瞬止まったが筐体の方の試合は続いている。さあこの試合中に小沢博明の新しい要素はどれくらい見せれてるか。なるほど、ジャンプ C のジャンプキャンセルが新要素。前見に対してバーストしたが、小沢さんそれだとさすがにね、もう一回もう一回いけたい。そう、そう、再生機能が今1回1回ゲームオーバー入ってますけど、これが、通常設定であったりフリープレイスタイルであれば再生の、はいはい、選択が可能と、はい、でそれは西川クロスライブ2のみなんでこれを、はい、あと8分だそうです。あー俺もカグラでもう一回やりたい。あんなんじゃダメだよ。あれをあれしてあれする調整点、そこにはい調整点こちらです。印刷してあります。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1それでは参りましょう。小沢博明 VS シニゼックラムダ。さあこれ新要素なのかな。柳が、当て身取らずに派生するということですね確か。ということを見せつつ攻められてるのは博明。落としてしまうがシニゼックラムダの有利状況が続く。オーバードライブからのコンボ華麗に決めてシニゼックラムダ1ラウンド。あ投げを誘われて、さあこの攻め継続ドライブで切り返して、お今のも新要素当てりが久々キャンセル可能になったと。ということを言っているうちにコンボを決められてる小沢だわ。ここからいけるのか。ロックビーム中断食べない、失敗放射。どうしようもないんじゃん。どうせ誰かに怒った。確かに確かに。これこのまま11時で終わるから、ね、11時で終わりにします。まああと5分なのでそろそろ締めの姿勢に入りたいなと思いますが、戻るかちょっと10米を使いすぎたなさあというわけで、ブレイブルセントラルフィクションバージョン 2.0、カード前夜祭のアーク生もそろそろ終了のお時間が近づいてまいりました。ですね、そうですね、ちょっとあんまりカードについて触れられなかったですけど、アンケート出しつつ、ブレイブルセントラルフィクションバージョン 1.、そのアップデート前に使っていたカードは、これまで通り使えるんですが、セントラルフィクションバージョンアップ入った後に、ニシカを最初にかざしたタイミングで、新規登録もしくは引き継いで使いますか、はい、いいえっていうメニューが出ます。で、引き継いで使われる方はですね、必ずそこイエスを選択していただくようお願いいたします。こちらで、新規登録してもしくは引き継いでっていう出るんですけど、ここは必ずイエスを選んでいただければ、正常に引き継がれますのでよろしくお願いいたします。事前告知させていただきましたが、段位に関しましては、10段以上19段以下の方は10段から
20段以上の方は20段からスタートとなります。それ以下、9段以下ですね、9段以下の方はスタートが段位認定中からスタートとなりますので、あらかじめご了承ください。よろしくお願いいたします。またバージョン 1.0 の戦績に関しましては後日ギルドサイトにて確認可能とさせていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。なもんかな。というわけで、システムボイス変更等々ね、試していただきつつ、ブレイブルーセントラルフィクションバージョン 2.0 を楽しんでいただければ、幸いでございます。よろしくお願いいたします。というわけでアンケートの方の結果を出してください。お願いします。というわけで、面白くとても面白かったら 56.8%、 面白かったら 22.6% ということで、 89.4% の方に面白いと思っていただきました。ありがとうございました。残り3分となってまいりましたが、森さんがまだ来てないが、どうしようかな。まあ、森さん待ちつつ、まあ、見ながら待ちましょうか。ん、あ、そうですね、声かけていただけると。というわけで、明日のもう朝からブレイブルセントラルフィクションバージョン 2.0、正常にアップデートが行われていれば、全国のゲームセンターで遊べますので、ぜひよろしくお願いいたします。右下にですね、バージョン 2.0、バージョンが明記されておりますので、そちらをチェックしてください。タイトル画面がご覧の通りですね、ちょっと緑がかったタイトル画面に変わっております。そちらが、2.0 の証ということで、そちらをぜひ遊んでみていただければなと思います。よろしくお願いします。そうそう、締めなので、そうですね、ネシカクロスライブ2番かどうか、2番か1番かは同じく右下のネシカクロスライブ2番の場合はネシカクロスライブ2と明記されております。1は何も出ておりませんので、そちらで判断してください。俺メガネじゃん。ああ、確かに確かに貴重な森さんのメガネが出て、仕事中でした、ごめんなさい。残り2分でございます。というわけで、締めの森さんから、ブレイブルーセントラルフィクションのバージョン 2.0 となりますが、明日から稼働いたしまして、10名が使用可能になっております。あと、キャラクターの方もね、いくつか仕様変更とか、調整が入っておりますので、また新しい感覚で遊んでいただければ嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あとね、今月末、岐阜の方で、はい、イベントもありますので、今週末、はい、はい、今週末ありますので、はい、そちらの方の全体マスにもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ただ問題がですね、問題が台風が来てるんですよね、はい。気象情報に気をつけつつ、皆さんご無理のないようにお越しいただければなと思います。はい、ということで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。というわけで、そうですね、今日の放送は以上となります。皆さん、明日からブレイブルーセントラルフィクションバージョン 2.0、何卒ご了承、ご了承じゃない、何卒お楽しみいただければ、これ幸いでございます。というわけで、本日のアーク生以上となります。第44回アーク生アーケード版ブレイブルーセントラルフィクションアップデート前夜祭でございました。皆さん、最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。次回アーク生でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。